はいどうもこんばんは。1月16日金曜日深夜23時を回りました。今夜もニドネワークスの制作でオルタナティブスペース湯気の運営をしているこの人、16日失礼しました26日ですね。はい、26日です。失礼いたしました。26日ですね。はい、26日金曜日、私小西むつきと、はい、この人がそうオルタナティブスペース湯気の運営をしている小西むつきくんです。はい、そして私、うん、その小西むつきの友人山口ケイトが、この YouTube のニドネワークスのチャンネルから、お送りしております。小西と山口の歌だね。今日初回でしたっけ改めてそんな張り切ってる。改めてね、腹から声出てますよ。あ、改めてもしかしたら今回はね、うん、初回に聞いてる方もいらっしゃるかもしれませんから、改めてしっかりめに、はい、番組紹介をさせていただきました、はい、そんな小西と山口でございます。いや言うてる場合じゃないですよ。何でしょう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 。いやね、おつまみっていろいろあるじゃないですか。ありますよ、いろいろ。もうね最近コンビニも増えてますから、そういうねいろいろ乾きもんみたいなね、おかきみたいなのもありますし、で僕はねああいうこうおつまみっぽいこうスナック的なもので、はい、あのおやつカンパニーの、おやつカンパニーもこれね、そうかなり大手ですよ。あそこのラーメンおつまみ、はい、あれが一番好きだった。私も大好きです。そうちょっとベビースターとピーナッツ混ざってるみたいなね、うん、ちょっとねあのベビースターがピリ辛めの、あそう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 、はい、あれがねまたうまいんですけど、うまいですよ。あれよりちょっとねうまいものを見つけてしまって、そんなわけなくないですかあれが一番でしょ。そんなわけはある他の企業頑張ってはいるんだよ。あれが一番おやつ界のトップ、うん、まあね、大げさではないですよ、うん、僅差でいろんなものあるけど、おつまみ界のトップじゃないんですか、まあ、あれが実質トップではあったから。事実としてね、だって何より発売元がおやつカンパニーですか、うん、そうね、もうおやつで全てを冠してるわけですから、ね、おやつ派遣取るぞっていう覚悟がね、そうですよ、見えるわけですからね。そんなあれにも勝てるおつまみを見つけた、うん、そう勝てるおつまみ見つけてしまって、何でしょうか。あのね商品名が何だったのかな、あれパスタスナックなんですけど、よくあるじゃないですか、なんかマカロニみたいなねじりパスタみたいな、ねじりパスタみたいな、ああいうのをこう揚げたスナック菓子あるじゃないですか、セブンイレブンのオリジナルのやつとかでもありますね。そうそうそう、あれのあのねリカーマウンテンに売ってるパスタスナックがめちゃくちゃうまいのよ。しっかりそのオリジナルブランドとかじゃなくて、もうしっかりそうそうそうそれ一筋でやってる、一筋というかまあそれをこうドストレートに販売してるおつまみがあるということですね。そう、さあ今小西くんが、打鍵音が気持ちいいキーボードで検索しておりますあ出てきた、はい、フライドパスタスナック、フライドパスタスナックという商品名でございます。そのまんまの名前なんですけど、パッケージを見たところもうねすっごいフライドパスタスナックって感じこれがねめちゃくちゃうまいのよ。でこれがライ ライ麦畑みたいなねそうパスタスナックしか映ってない、敷き詰められてるセブンの冷凍の刻みネギみたいなそうそうそうパッケージデザインなんだけど、パッケージデザインですけれども、これがあのソルト味と、ソルト味、トマト味とエビのアヒージョ味が、エビのアヒージョ味ですって出てるんですよ。で僕はそんな味があっていいのかな、あのソルト味しか食べてなかったのこれまで。えはいはい、で、はい、まあそれがうまいのよ。その本当にソルトでもそう変な味付けとか特にしない、そのパスタっぽいちょっと生地のね、うん、小麦っぽい感じとこう塩気、塩気がもう本当にちょうどいい、うん、だけどこの前ねトマトとエビアヒージョも買ってみたんです。エビアヒージョ、エビアヒージョもまあうまい、まあそれはそうでしょう、まあまあうまいよ、エビのアヒージョ味なんですよ、はい、そりゃそうでしょうよ。で
トマトが目を見張るべきは、そうちょっと舐めてたでしょ、舐めてました、まあ塩味ね、こう定番そうで、エビのアヒージョはちょっと、あ、興味そそるなっていう、サビだと思ったでしょ、うん、そっちがまさかのトマトが、トマト味がめちゃくちゃうまいの。気になる。これがね、なんかちょっと甘みと甘みしょっぱさがちょっとね、あのナポリタンっぽい感じの、あ、なるほど、ね、喫茶店とかの、うん、ナポリタンみたいなケチャップ的な、そうそうそう、感じがありつつ、感じがあって、あれがねもう止まんないの。止まんない。今うちにね3袋あんの。あら、すごい止まってないわねこれちょっとどうにかしてもらわないと僕破産する可能性があるんですごいわね。ししもう出費がかさんで。いや、そうだからこれは僕を誰かが止めるか、みんなもこれを買ってめちゃくちゃこれの需要を高めて、ね、家電と一緒や。そう、大量に業者側も作らせて、うん、価格を下げさせる、市場に出回るようにしないとねそこのバランスを取る、どっちか。すごいハイパーインフレみたいなのを起こさない限り、そうそうそう、パスタスナックのトマト味にインフレ起こすか、うん、なるほどね、誰か僕を止めるか、これはどっちかしてもらわないと、どっちかにしてもらわないと僕が破産するっていう。確かに、うん、どっちかでお願いします。あ、OK、すぐ私に判断を委ねられる、決定してもらって、これはね、ここで紹介したからにはやっぱみんなで買っていきましょう、うん、積極的に買ってください。リカーマウンテンとかに売って置いてます、はい、京都の、お住まいの方だったら四条河原町、木屋町側かな、はい、四条木屋町のところにあるリカーマウンテン、はいはい、喫煙所とかがある高瀬川沿いのところです、そうですね、あそこにあります、はい、3種類とも絶対買ってください、ぜひ行ってください。もしそこに行ってなかったら、あ、うたた寝て意外とそんな人見てるんだなって思ってください思ってください、はい、みんな食べて感想送ってください。そうです、マジでうまいの、マジでうまい。山口くんも食べてね、ぜひぜひ食べたいと思います、というわけで、そろそろパスタスナック、そろそろパスタスナックえ、そろそろ参りましょう。小西山口のうたた寝はい、というわけでですね、はい、パスタスナックのように私たちも、ねじり上げたような、出てこんかったね、トークを繰り広げていきたいなと思っております、はい、というわけで今週のパスタスナックお願いします違う、毎週パスタスナックでやってる番組じゃない、そういう番組じゃない、やとしたらもう2週で終わってる、3週からスポンサーがついてる、違います、僕らもいろいろなテーマでトークを繰り広げる、はい、超絶面白報復 Z 番組となっておりますのでハードル上げたね、今回の、スーパー面白盛り上がりテーマはこちらでございます。ガチ悩みガチ劇、はい、というわけで、ガチ悩みガチ SE ということでございますけれども、まあもうね、これは説明いらないかもしれない、リスナーの皆さんから届いたガチ悩み、うん、これに僕らがガチ聞きなんか流れてますけどガチ BGM かかってますけど、あ、ガチ BGM ね、これ、ガチ BGM がかかっておりますけども、久しぶりなんでこのコーナーの SE と BGM、うん、ガチ SE ガチ BGM、 はいはいはい、BGM がやまないのかと思って、これに合わせて今日ラジオしないといけないのかと思って、メンバーの出囃子がならね、このまま漫才をやっていくじゃないですよ、ガチ悩みを、はい、ガチ山口とガチ小西が、ガチ聞きしてガチ聞きするのね、あ、まあガチ解決するもよし、あ、ガチ共感するもよし、はいはいはい、ガチ右に受け流すもよしガチ流しもあり得ると、はい、ガチ勝山ばりにね、うん、やっていこうかなという、そういう企画でございます。うん、ちょっとね、何やら聞いたところによると、ガチリスナーからのガチお便りが、はい、当初ガチ少ないという、はいはいはい、はい、まあ、なんか噂に聞いておりました、ね、ガチディレクターの、うん、ガチ鍋さんから届きました、ね、土鍋かな
丹精込めて作ったガチ鍋たくみさんからちょっとガチ少ないっていうのが届きまして、いろいろね僕らもね、はい、こうガチ告知をね、そうガチ告知させていただいたところ、はい、ガチちょびっと、ガチお便りが届いたみたいなので、あガチ届きしたと、はい、そのガチお便りガチ悩みを僕らも今から読み上げさせていただこうかなと、うん、もう早速いっちゃいますか。あなるほど。というわけでまず最初のガチ悩み、はい、ラジオネームキャーのび太さんのエッチーさんからのお便りです。初めまして。ありがとうございます。戸建ての家を購入しようと迷っています。人生規模の悩みだね。思ってたより今は賃貸住まいですが、うん、戸建ての場合近隣住民とうまくやっていけるか不安です。ああ、そうね。賃貸派購入派、うん、メリットデメリットそれぞれ普通とは違う視点からのアドバイスが欲しいです。その専門のとこ行きなさいよ。こういうのは、ガチ悩みいただきました、うん、ガチありがとう。初めて聞く文句。ガチありがとう。初めてやったジェスチャー。さあというわけで、うん、こちらのお悩みガチ共感していきましょう。別に僕らが解決するってこうお悩みじゃないんですよね今回はね。ガチで聞くよっていうことね。まあ言ったら一種、うん、まあこうたしなみですよね。うん、やっぱガチラジをしてる僕らにとっての、うん、まあガチたしなみ。ガチにとらわれすぎじゃない。がんじがらめになってる。ガチ波、うん、略してガチ波ですよねやっぱり。どんどん分かんなくなっていっちゃってる。いやでもね、戸建てこの戸建ての家を購入しようと迷ってるってことですよ。憧れますよねやっぱりね、うん、やっぱ一種まあ簡単に言っちゃえばもう本当資産ですからね。あそうですよね、賃貸とかと違って戸建ての購入ということは、うん、いやそうですよね、いろいろお金の問題も絡んできますから。やっぱりなんかこう車を買えるかどうかとか、うん、なんかそういうののね、そうですよ、こうやつのやっぱラスボス感があるよね、うん、家を買えるかどうかっていうのがね、うん、が賃貸派か購入派か、でメリットデメリットってもうこんなん一つよね。はい、何ですか。購入したら、はい、嬉しい。まあそれはガチですよ、うん、それもガチ嬉しい。賃貸は気が楽。シンプル。シンプル、うん、あとまあ引っ越しとかもあの楽しいじゃない。あそうね、引っ越しは引っ越しで、うん、新しい環境になったりとか、ね、もちろんいろいろ生活環境変わったり、同じところに住むのもいいけれども、そう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 、引っ越しも引っ越しで楽しい。そうでもね、あの戸建てはやっぱりそのこの場所にやっぱずっと住みたいなっていう場所をね、うん、選ぶところからがまず大変ですから、ね、そうそう、まあそれを探すのも楽しいかもしれないですけど、言ったらね、今後こうご家族ご家庭を築く予定であれば、うん、はい、その家族込みで考えていかなきゃいけないわけですから、いろいろね、こう立地とかも、うん、だからペット飼ってる方もいらっしゃるかもしれないし、お子さんいるかもしれないし、うん、自然に囲まれてる方がいいとか、うん、ゆくゆくはこう老後何がらこう野菜を育てたりとか、あいいですね、お庭みたいなのがあればちょっと首都圏とかではちょっとあれかなっていうのもありますし、でもやっぱそういったのは結構その賃貸のマンションではなかなか、ね、そうですね、できないところが多いですからね、うん、自由が聞きづらいですから。いや僕もねいつかこう自分の家みたいな場所が持てたらすごい楽しいんだろうなっていうのはね、小西君はね、だって自分のその持ち家ででっかい黒い犬を飼うのが最終的なゴールです。そうなんです、うん、で犬が死んだ時に同時に僕も爆死するシステムを医者に埋め込んでもらう。すごいこと言ってる。最終的にもうその犬と暮らすことが僕の最終目標なんで、すごい行き過ぎてる気がするけれども、うん、その犬死んだらもう僕はやっていけない。大丈夫かしら、共に爆死する。爆死っていうのもちょっと怖いけどね、うん、シンプルにせめてそこは安楽であってほしいけど。なぜはぜる必要か。アルベルトーっつってバーンって一緒にね、うん、ちょっと怖いですけど。いやでもどうです、山口くんは家持ちたいみたいな願望あります？そうですね、まあどちらかというと持ちたい派かもしれない。僕はやっぱりなんていうんですかね、こうちょっと DIY 的なものに若干の憧れを抱いてる
側面があるので、うん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 、個人的にはやっぱちょっと賃貸だと、まあ、もちろんね、そうか自由がね、融通聞くとこまではありますけれども、うんうん、やっぱりこう戸建て買った方がより自由度が高いですし、はいはいはい、まあ、ゆくゆくはやっぱり柱にやっぱり自分の身長のこのね傷をつけていきたいな、もうだいぶ大人になってるからほぼもう変わんないよ、もうほぼほぼずっと太い黒い線がこう同じ場所に引いてるからずっと黒い太い線が出来上がっていくだけになる、うん、その後だんだん下がっていくからね、楽しいよ本当に、下側に黒い太いものが出来上がっていくかもしれないですが、そういうことも楽しんでいきたいなって、そうね、だからでも思うのがこの戸建てを購入しようかする前か迷えるっていう段階まで来てる時点で、確かにのびえちさんはのびえちさんめちゃくちゃすごいなって思う、確かにね、まあ多分僕らとはもっと年齢がね上の方だったりするかもしれないですけど、それでも僕が10年後20年後に家を買えるほどの稼ぎがあるのかっていうのは僕正直あんま想像つかない情けない話、そうですよ、だからねもうだからもうじとにかく自信を持ってほしい、そうそう、それだけですげえなって、うん、あなたの選んだ選択が、うん、そのねどっちに転ぼうとも、そうそうそう、今こういう選択ができてるっていうことをねまず誇りに思っていただきたい、それ自体すごいよね、うん、信じらんないね、信じらんないわよ本当に、だって家ってね建てるってなったらすごい高いでしょ、そうですよ、もうなんだ数千万ね、全体そのねローン組むとこもありますけれども、ね、全体的な出費で言えばそう数千万でいろいろね審査とかもある場合もねあるでしょうし、数千万稼ぐってなったら工場で何日バイトしないといけないって話ですよなんで工場軸なんでしょうか、ねね、工場何日分ですよ、そうですよ本当ね、工場何日分で何年分働いて家建てられるわけじゃない、うん、こうその後の人生その家に過ごしてる時間よりも工場で過ごしてる時間の方が長いかもしれないよそんなほんま戦闘ですよ、そうですよ、1000万数千万、そう、ね、工場を住んだ方がいいんじゃないかっていうね、もう本当に歯車と貸す、ね、状態の人生が続くわけですから、そうなった場合はだ工場もおすすめです話が変わってきてるよ、うん、家買うんだったら結果工場に住んでんのと同じだから、なるほどね、うん、人生の時間の3分の1ぐらいはもう工場に費やしてるわけでしょ、まあまあまあ、家買ってるってこと、まあ、そうとも言えるけれどもねえ、だったらもう工場買っちゃうとか工場作っちゃうとか、ね、確かにいいかもしれない、ね、まあ、それはそれであるかもしれない、うん、そこからまた何か新しいねこうなんていう仕事ができたりするかもしれない、そうね、でそのお金でまた工場を建てればいいしね、すごいもうすごいわね、なんかトニー・スタークみたいな、アイアンマンみたいな事業展開の仕方、いいですね、だから一番メリットがあるのはあの工場を建てることですね、戸建てにした場合 ね引っ越しができなくなるから近隣住民とうまくやっていけるかな、あ確かに工場だとやっぱ作業音とかも鳴るから近隣住民からの苦情も来やすいんですよね、うん、確かにね、そういう地域だからっていうのを割り切って住んでくれたらいいんだけど、ね、やっぱそういう人ばっかりではないからね、うん、うん、作業音とか効果スモックとか確かに ね、いろいろありますよ、やっぱりその鉄のねその地面のそのなんかこうサビみたいな匂いとかねだんだん広がっていきます、鉄くずがね意外とちょっと、うん、工場軸で話を進めちゃダメマイホーム、いやでもマイホーム、その戸建てを建てる場所さえちゃんとね、うん、選べば、ね、そうちょっと治安のいい場所だなとか、うん、その家族のまあ家族いてもやべえやつはいるかまあそうね、うん、あこれは一概には言えない、ね、じゃあ逆に近隣にそんな家が建ってない場所がいいんじゃないですか、工場地帯とかそれこそ老後のこととかもいろいろゆったり過ごすことを考えて、うんうん、家が建ってない住宅街じゃないところにしましょう、うん、だからまあ工場地帯にしましょう、えだから地図 あの太陽みたいなマークの歯車のねところをバーッとね見つけてそのあたりに建てましょうか、うん、うん、小西と山口から何か近隣住民に近隣住民とうまくやっていく術などあればということですけれども、いや僕はうまくやっていけない人だから、どっちかというと僕はね結
構今のところちょっと引っ越しを繰り返しがちになってて、あんまりこう住民の方との触れ合いがあんまりそこまでないんですけど、引っ越した時挨拶とかちゃんとするタイプ？僕はねあんまりしないタイプですね。僕にもね、なんかなかなかできないんですよ。僕はね、てかね、あの意外とそのなんていうんですかね、同じ世代の人たちが住むマンションとかに引っ越しがちで、ああなるほどね、挨拶するとかいうほどのあれでもないみたいな ね、どうせ一時的にここに住んでるだけだろうっていう。そうなんです。僕もその挨拶しなきゃってなってするぞってなって行ったりするんですよ、はい、手土産持ってインターホン押したりするけど、はい、2回留守だったらもうビビって帰っちゃうね。そう、2回チャレンジして、ね、うんうん、いざ挨拶しようと思ったけど、そうそうそう、だから近隣住民とうまくやっていくコツとしては、うん、あの程よく挨拶するぐらいで、ああそう、挨拶さえしとけばいいと思います。悪いことはないです。だもしねちょっと最初の挨拶が気が引ける、うん、わざわざピンタインターホンを押すのもどうかっていう人とは、うん、たまたますれ違った時に、あ、最近あの引っ越してきたものなんですけれどもっていう、そのあやばいやつが引っ越してきたぞっていう圧を、あ、違う、あくまでその偶然というかね、うん、ああそういうのをこう装ってみたいなのかなと。確かに、ね、ちょっと改めてかしこまっていくのもっていう方は、あとまあそれこそなんかコロナの時期とかだと引っ越した時にそのドアノブにちょっとこうお手紙と一緒に、あ、なるほど、確かにかけとくみたいな、洗剤とか、ね、それはいいかもしれない。そういうのあったから、うん、まあまあ今は別にそれほど敏感に避けなくてもみたいな感じだけど、うん、まあ、ちょっとそのいい側面を残してね、うん、みたいなご挨拶だけちょっと直接させていただきますみたいな、ね、うん、またどっかでお顔を合わせたら改めてご挨拶をみたいなの書いておけばいいじゃない、バッチリですよ。素晴らしいね、あんた、あれ俺うまいこといけてんのかな。いけてるわよ、あんた自信持ちなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでね、聞いたね、いい具合に、聞いたわ、ガチ聞きできたね、ガチ聞きできたところで、うん、続いてのガチ悩みいっちゃいましょう。はい、お願いします。続いてのガチ悩みは、ラジオネーム上品次郎からの問いでございます。 ありがとうございます。ちょっとね、多分予想では上品次郎の悩みがあのお便りが長そうなので一旦水分補給させて。上品次郎ね、いつもメール送ってくれてますけど、はい、というわけで読み上げさせていただきます。はい、小西さん、山口さん、ニドリワークスの皆さん、こんばんは。こんばんは。昨年末の M1 以来、ヤーレンズの、これはなんだ、奈良原さん、うん、かっこジャケットが短い方、あのボケの方ね、が気になって気になって、うん、私がもし20代前半女性だったらガチ恋になっていただろうなと思っているんですが、そうなの。来週初めて、うん、ヤーレンズのライブに行くのが楽しみすぎて、あ、そうなんだ、お昼のカップヌードル醤油味に、うん、ニンニクチューブを絞ったりしています。上品次郎です。どういうテンションの上がり方かちょっとよく分かんないけど、ここに来て初めて上品次郎感が出てきましたね。あ、確かに、でもあの人変な人だという理由でたくさんの女性から振られているらしいですね。そんなところも最高ですよね。ずっとそのままでいてほしい。そうね。さて、傲慢なことを言ったところでこの話は終わりまして、はい、今宵はガチ悩みガチ聞きということで、お二人が悩み相談に乗ってくれるという素敵な悩み、素敵な企画で本当にありがたいんです。な、相談乗んない、僕らあの聞くだけなんで。ガチ聞きするだけ、ガチ聞きするだけなんで、うん、私は本当に悩みがないことが悩みみたいな人間なので、お便りの内容に、ね、今日の朝から結構悩んでいます。そんな、もう悩んでるけど、ね、マザーグースみたいですね、うん、悩み、やかましい、強いて言うならなんだろうな、物欲がすごすぎて欲しいと思ったらすぐ買っちゃうし、うん、他人にもプレゼントしちゃったりして全然お金がたまらないんですが、あら、お二人はなんか積み立て NISA とかやってますか？お金の相談の方なんだ。そういう話あんまりしたことなかったので、ちょっとなんかそういうお二人のちゃんといろんなことを考えている若者的な部分を聞かせてください。よろしくお願いします。僕らがちゃんと考えている若者である前提で話が進んでるけど、うん、ちゃんと考えてる若者じゃない場合はどうする？そうです、その通りですよ。ねえ、やってないです、僕は。僕もやってないです。そうなんです。やった方がいいんだろうね。やった方がいいのかな。うん、やった方がいいかもしれない。やった方がいいですよ。うん。まあ、やった方がいいですよね、きっと。うん、きっとそうなんです。
僕はあの貯金も全然ないし、ね、小西くんがこう貯金なさそう、うん、なんかねこう話してる感じとか、まあ そ, のうん、それこそねいろんなもの買ったりするし、あ、そう、そういうところもあるし ね、それこそね、うん、同じように出費がかさむタイプですよ、うん、で僕ねこのうたたねの話にも出てきますけれども、うん、あんまり物欲がなくて、あ、そうよね、なポンポン物を買うタイプでもない。山口くんの方がそういうのはちゃんと管理してそうな印象あるけど、そうと思ったでしょ僕も全然貯金ないからなんで偉そうなんだよ。じゃあ何にお金消えてきてるのっていう、本当びっくりしますよね。あ、自分でも分かってはないんです。そこもあんまり確信つけてね、なんかそっちの方が怖いけど、ね、まあ、引っ越しを繰り返してるのっていうのとはい、はい、あとね、まあ、脱毛で、あ、そうね、ドカンと出品が出ちゃうっていうのと、ね、ね、うん、あとまあ結構あの人とねご飯食べに行ったりで外食が増えたりすることが多いので、まあ、それもあるかな、飲み会代みたいなねですね、はい、うん、いいですね。なんかそのこうイベントに使うタイプよね。そうですね。そうですね。僕はそのなんか物とかに使うタイプだけどね。うん、積み立てNISAですよ。いや、積み立てた方がいいんだろうね。それはまあそれはそうでしょう。うん、積み立てるに越したことはね。そうね。積み立てるに越したことはねえさ。うん。うん、お、そういうこと？積み立てるに越したことはねえさが、こう名前って積み立て兄さんになってるってこと？そうですよ。そうなんですか？そうらしいです。そうらしいですよ。そんな真実だったらこの国出てくけど。積み立て兄さんね。だからまあもちろんね。いや、老後資金とか言いますもんね。やるに越したことはないんですけど。逆にその私あんまりその生きることとお金に、うん、まあありがたいことに困ったことがない、はいはいはい、のプラス、うん、この間のねあの差し飲みお酒飲みながら話した差し飲み会でも、うん、あまりこう死ぬことにこう恐れがないみたいな話をしたので、逆にその、うん、なんていうんですかね、もちろん積み立てNISAやるに越したことはないんですけど、うん、まあやったとてっていう気持ちもあるんですよね。ああ、まあ老後にお金があったとてみたいな。そうなんです。僕それこそね あんまり長生きしてもなーっていうタイプなんで、ああ、まあね、割とシャーって死にたいタイプなんで。何の音？シャーシャーって尿と一緒に魂が抜け出てるみたいな。そうそうそう、そんな感じですよ。いやー、まあでもね、もう僕もねそんな長生きしなくてもいいかなってね思いはするけど、うん、絶対ジジイになったら、絶対ジジイっていうのはあれですか、うん、その絶対ジジイっていう存在が違う違う、絶対ジジイ、絶対カレージジイ、スーパーガールみたいな、絶対カレンチルドレン的なノリで、絶対ジジイ、絶対カレージジイではないんだけど、違う、そのジジイになったら、ジジイになったらきっとめちゃくちゃ死んでたまるかって思ってしまうんじゃないかなって、逆にその死が近づいてくるからこそ、今こう若くてジジイを見てると思うね。あ、なるほどね。うん、このジジイだってきっともっと若い頃はそんな長生きなんかしたって意味ねえよ、人生意味ねえよ、うん、みたいな感じで生きてたじじいも言ってただろうけど、うん、まあタバコと酒控えて、あねえ、本当、うん、毎朝散歩行って、コレステロール値をね、うん、気にして散歩ジョギングして日光浴びて、そうですよ、するわけでしょ、うん、みんな死にたかないんだよね。そうかもしれない、うん、死にたかないというか死にかけの状態で生き続けたくないっていうことなのかもしれないけど、あ、まあね、あ、健康的な体でね、それはそうかもしれないね、うん、いやーでも怖いね、そういうジジイに多分なっちゃうと思うしね、うん、確かに今のこう現段階の気合でストックされる問題じゃないから、確かにそれを聞いたらね、うん、逆に僕はよりやらない方に、積み立てない方に変えて切っちゃうかもしれないね。やっぱり希望が残っちゃうから。あ、なるほどね。積み立てちゃったら、はい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 。希望が残っちゃうからね。この積み上がった分で、うん、
なんかするぞっていうね。そうなんですよ。いやでも僕はもしジジイになってもまだ元気で積み立てれてたら、レーシックを受けようかなと思って。そこで視力を上げるの？そう。なんでまた？その僕コンタクトなんですけど、はい、そうですよ。めちゃくちゃ目悪いんですよ。はい、コンタクトのやつが使ってる人分かると思うんですけど、マイナス 0.、 あ、じゃあマイナス 6.5、 めっちゃ強いんですよ。そうなんですね。で、メガネのレンズめっちゃ分厚くなるんですよ。もうここからモニターのねコメントも僕読めてないのよ、はいはい、あのサイズの文字。あ、だから 1メートルもないぐらい。そうで、まあ6、7ミリぐらいの文字がもう読めないのね、はいはいはい、で多分今後どんどん視力落ちていくし老眼になっていく、うん、ジジイになればね。けど、うん、やっぱそんな体もヨボヨボで思う通り動かないってなった時に、うん、周りもよく見えないってなったら、そう、ね、何も楽しくないじゃない。そりゃそうですよそれはもう目、視力以外の感覚もね、敏感なやったものが鈍化になっていくから、そう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 、味もわからないし匂いもわからないみたいな、音も聞こえない。でも視力はレーシックで回復できるわけじゃないですか。確かに。匂いとか嗅覚と筋力とかをじゃあ手術しましょう、パンで1日でもうバコンってできないから、ね、ガッと戻るみたいなないけど、視力は今のところレーシックできるってなってる、うん、し、まあその僕らがジジイになってる時、今の不安な点、レーシックの失明するかもよみたいな、なんかいろいろ聞くじゃない、はい、ああいうの多分進化してると思うんですよ。そうね、ジジイになっても生きてるからには、綺麗なきちんと世界を見たい。なるほど、ね、目に焼き付けて死にたい。なるほど、素晴らしい。 よく分かんない状態で死にたくない。確かに、うん、フェードアウトしていくよりかは、そう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 、カットアウトしたいと、人生をバチって。そう、俺の友達、俺の住んだ家俺の好きな飯、俺の愛した人俺の愛すべき、素晴らしい、まあ犬か子供か分かんないけど、うん、もうそれを全て目に焼き付けて、素晴らしいね、はっきりと見て死にたい。もう味も匂いも感触も分からなくなろうが、うん、バキッと目で見て押しってこう確認して、うん、バーンってこう爆死してるやんということは犬も死んだんやということは飼い犬も死んだんや、チリジリになるのが。なんで最後爆発で終わらすんやろ。うん、怖いわ。そのためにやっぱ積み立てるかな。あ、なるほど、ね、レーシックのために。美しい世界を見て、うん、人生を終えるためにレーシック。そう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 、そしてそのために積み立てる。うん、積み立てレーシックですね。そう、うん、そんな感じかな。そんな感じそのためにちょっと積み立てようかな、うん、だからちょっとね、こう返答になってるか分かりませんが、山口は積み立てない、小西は積み立てるというような、うん、ガチ回答に、視力のためにね、なりました、うん、ガチ、あ、ガチ劇できましたでしょうか。さあ、何でしょう、何でしょう。2つガチ悩みをお聞きしたところで、迷子かな、さあ、迷子、あ、違う違う、迷子の差し込みコーナー、差し込みコーナー、ちょっとここでね、ブレイキングニュース的な感じで差し込みニュースが、あ、差し込みコーナーが入りますので、皆さん、うん、差し込みコーナーお楽しみください。いや、逆、あ、またか皆さん、こんにちは。こんにちは。どんなことも逆が大好き、はい、逆マン博士だよ。前のも逆とかじゃなかったよ。前回の歌だね。逆マン博士のクイズの出し方がとっても上手だと話題になってたの。逆やから、逆やから、ね、そこは分かってんねや。そこは逆じゃって、どうやったの生なんこれ。下手くそすぎたの。すまんすまん。さて、今日も逆マン博士から逆クイズじゃ。今日も逆クイズ。今日もあんねや。今日はいけんの。これから番組スタッフ渡辺が、うん、はい、有名な J-POP を歌った音声を逆再生させます。お、はいはい。二人は渡辺が何の曲を歌っているのか、なるほど、ね、当ててくれの。開けてもらっていいですか。スタートじゃ、逆再生。
やー、のぐりさ。おぶ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 わけなしのしそうよけいえいえいえいまやるやけすおぶ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 わみありものみん。はい、逆再生終わりましたけれども、呪われてない、大丈夫、俺たちは大丈夫でしたよ。ある有名な J-POP の曲を渡辺匠さんが歌ってるのの逆再生逆再生、呪いではなく、はい、違います。あ、もう一回お願いします。オブ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 わけなしのしそうよけいえいえいえ今やるやけす今やるやオブオブオブわみありもの林修が途中いたけれども、どうさ、いやまあでもこれはなんかわかるよね。これはもうてかめちゃくちゃイージー問題じゃないですか。そうよね、あのイエイエイエイとウォーウォーがある曲ってことは山崎まさよしの、まあ聞きましょう一旦。山崎まさよしの中華料理やな。絶対違うと思う。何にも言わずにって。絶対違うと思うよ。聞いてた。あれ？あ違う？イエイイエイとウォーウォーがあるっていうことは、長渕剛の、ね、絶対ちゃうやん。乾杯ですよね。言わへんよ長渕剛は。乾杯負け目は小さいの。寄せる気もなくない、それは。ちょっとハイトーンでいきました。ほんなアナルにバイブ突っ込んでるみたいな歌い方してないよ長渕剛は。違うかと、まあボケはこのくらいにしまして、あれよね、田島隆夫の接吻、まだ行く、接吻よね、まだ行く、アフリーズって口開けろ、口開けろ、そんな接吻嫌や、何口閉じた接吻って、チューするねんから、チューするねんから口開けろ、歯を閉じた接吻って、ね、エンジンたくなよお前はっていう曲のまんまでしたね。違いますよ。モーニング娘でしょ。モーニング娘か。日本の未来はウォー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 で、世界が羨むイエイ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 でしょ。ってことで曲名は、うん、あれどっちだ、ラブマシーン、ラブマシーン、ラブマシーンでしょ、うん、というわけで、我々が出した答えはどうでしょう、山崎まさよし。違うずれちゃった。あ違う。回答欄と回答ずれ込んでるみたいになっちゃってるから、マークシートマークシートずれてたから全部不正解みたいなね。違う、接吻です。口開けろって、せっかくチューすんねんから歯を開けろって。正解は、はい、日本の未来はウォーウォーウォー、世界が羨む、イエイイエイイエイ、恋しようじゃないか、ウォー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 、ダンス出せるもんじゃない。ちょっと最後ごまかして、最後おお当たったじゃないですか。いや当たりましたよ。モーニング娘。ラブマシーン、正解はラブマシーン。それはもうこれはね、やっぱハロプロ、え？逆マン博士帰ったもう。正解は何々じゃみたいなくらいないのこれ。逆マン博士もう帰ってるこれ。せっかくライブ中継みたいな感じで僕ら当てたのに。京都下鴨でコーヒー豆の焙煎をしているエペクコーヒーです。コーヒーの好みを言ってくれたらその時の在庫から豆を焼いてチャリでお届けします。 100g600円、遠方への送料は200円。コーヒーが好きだけどドリッパーやミルがないから家でコーヒーを入れたことがない人にはおすすめの道具やめちゃ美味しくなる入れ方まで丁寧に教えます。 Twitter、Instagram の DM から注文お待ちしております。@ippku_coffee で検索してください。ギャクマン博士の旨味をもうちょっとこっちが捕まえやすいようにしてほしい、ね、多分ギャクマン博士ちょっとかかりすぎるというか、ギャクマンアカデミア本当ちゃんと出たって。
逆マンアカデミアだったら逆マン博士が立ち上げちゃってるそうか、うん、逆アカデミーちゃんと出てるって確かにね、うん、いやでも逆アカデミーやから入るのがめちゃくちゃ難しいけど出るのはすげえ簡単かもしれない確かに、うん、逆アカデミーだ逆アカデミーはね、うん、新刊はすっごいセックスするけどえ卒業前の打ち上げでそのシャンカイでね後輩たちがすっごいセックスどういう状況可能性あるよね入学したら、うん、多額のお金もらえるいいな逆アカデミー、あと学食すげえ高いあと創設者の像が地中に埋まってるあと寮がすっごい新しいあと授業がめちゃくちゃ面白いそこは逆でないであってほしかった小西と山口のうたたれはいやっておりますはいやっております小西と山口のうたたねでございます、はい今回のテーマはですねガチ悩みガチ聞きと題しまして、うんリスナーの皆さんから届いたガチ悩みを私らが画家、はい、ガチ聞きさせていただいてますというコーナーでございます、はいまだまだ、うん、紹介してないガチ悩みがあるので早速行ってみたいと思います、はい、ラジオネーム歩いて5分からのお便りでございますお便りですお金の使い方で悩んでいますみんなお金の悩みが多いね笑い芸人の天竺ネズミ川原さんがこの世に受けた、うん、生を受けた時点で勝ち組の私たちは今確かにねウィニングランを幸せに楽しく走ったらいいんだ、うん、確かにそれなのになぜ苦労を買ってまでしろって言われてその通りにしているんだ、うん、少しの嫌な気持ちが空船の歌詞少しの嫌な気持ちが何の何だ少しの嫌な気持ちがどんどん溜まって爆発するくらいなら、うん、少しも嫌なことはするなそうして幸せに暮らしている方が周りにも幸せを与えることになるし幸せな人たちと仲良くできる誰に何を言われても好きなことをだけをしてみなさいと絶対にどうにか食べていけるからと言ってくれるのですがランドクルーザーを買いたいのですあ今までのやつが天竺ネズミ川原さんが言ってたことなのね家に駐車場もないけどお二人はどうお金を使っていますかそこに着地するんだというお便りいただきました、うんランドクルーザーのね写真をあの匠さんが送ってくれましたけどもデカめのね、デカめの車です。デカめの立派な車ですね、うん、いやでも家を買うかどうかみたいな話をしてましたけど、うん、車をねやっぱ欲しいっていうのはね、うん、人もいっぱいいますよね。どうです山口君は車欲しいなと思ったことあります？そうですね、まあやっぱりあるに越したことはねあるに越したことはねえがあることは兄さんあそれにしても、うん、あっしはペーパードライバーだもんでこれをまずは解決しないといけねえなと発散ハッサンペーパーだったんだ次第でございます、うん、釣ってとお前もさんも釣られるなよ一応車欲しいっつー魂胆ではあるっておったなちょっとね2人とも頑張ってその語尾を落語風にしようと片言の感じになっておりますけれども、いやでも車ね僕は別にそんな興味なかったんですけど、はい、やっぱそのちょっと前から、まあ、今回も言ってましたけどワンちゃん飼いたいわけじゃないですか。そう、ね、うん、でっかいワンちゃん、うん、でっかいワンちゃん、でっかいワンちゃんってなるとちょっと車あった方がいいよなっていう、そう、ね、やっぱ移動がね、やっぱこう犬とかは大変ですから、動物病院とかも、うん、ね、もうすぐそれこそね歩けないような状態になった時にどうやって連れていくんだっていう話ですからね。まあ、それこそねこうお子さんが欲しいよっていう人とかだったらやっぱ子供病院に連れていくとかね、うん、送り迎えとか何かあった時とかね、そうですし、必要になってきたとかね、いざねなんかこうちょっと遠出したいって時とかにやっぱ公共交通機関を乗っていくのももちろんいいですけれども、うん、やっぱ車一つあった方がね、行動範囲が広がりますからね。そうですよ、そうやね、やっぱね車もねなんか可愛い車あるじゃない、うん、
あんね、僕最近いろんなね種類ありますよ本当。日産のね、日産のパオ。そんなのあるんですか？パオっていう車が可愛いのよ。ゾウじゃなくて？でもゾウさんみたいな。あ、なるほど。ほんまにそっから撮ってるんや。いや、わかんないけど、でもなんかそんな可愛らしい、あ、可愛らしい車なのよ。可愛らしいですね。ちょっとスターレットとかそのあたりにちょっと古風な、うん、日産パオ。可愛いですね。これ可愛いのよね。ちょっとレトロな感じで、うん、こういうね、ちょっと小型のね、そう、車に憧れるんですよね。可愛らしい。このなんか内装も可愛いのよね。あ、しかもこうあれですね、復刻的な感じで、あの最近またそうなのよ、出たらしいですね。そう、それが嬉しいのよね。このハンドルもちょっとこうベージュとかね、うん、中のシートの感じがなんかやっぱ黒したさ、塊みたいな内装は僕あんま好きじゃないのよ。はいはい、いわゆるこうなんていうか、こう僕らがイメージしてるような、上、こう、そう、高級車みたいなね。はい、ね、うん、だからそのガジェット系も僕はあんま真っ黒なやつ好きじゃなくて、うんうんうん、やっぱこうなんかいかつい感じになっちゃう。そうね、なんかこういうちょっとね可愛らしいやつねは乗れたら楽しいだろうなっていうのはね、なんかちょっとこう車好きな人って結構そのスポーツカー的な感じだったりとか、はいはいはい、なんかそういうの好きな人が多かったりするから、ね、フェラーリとか、そうそう、あんましなんか自分が車好きになるイメージ湧かなかったんだけど、あ、こういう車も確かにあんだねっていうのを知ると、なんか、あ、確かにちょっとアメ車的なね、そうそう、乗ってみたいなってなるね。だからこうさっきの積み立て NISA の話ともつながりますけれども、うん、なんかこう、まあ、積み立てとまではいかなくても、うん、貯金的なことは、そうね、それに越したことはないよな。どれぐらいのこうバイブスでやってますか、小西くんは。僕は今全くそんな余裕はございません。言い切ったね。恥ずかしながら、恥ずかしながら、うん、2024年は貯金していきたい。お、今年度は、うん、今年度というか今年こそは、今年こそは素晴らしい意気込みだ。うん、かくいう私も、世間のね多分同年代に比べたら全然貯金してません。あるとしても微々たる貯金、ね、苦しいね、苦しいね。苦しいね。理想どのぐらい貯金があったら安心っていうあのカンペが匠さんから来ましたけど、はい、俺たちが聞きたいわそんな。なあ、5000兆円教えてくれよそんな。5000兆円欲しい。俺たちに聞くんじゃねえよ。ないっつってんだよこっちは。八名ゆた欲しいです。本当に国家予算より多いですよ。本当にね、びっくりしちゃうわよ。いや、教えてほしいぐらいです。どうです、蒼さん、匠さん、貯金してますか。それこそね、この3人の中では蒼さんが一番こうお金のそのなんていうんですか、こう使い方が難しいというか、まあそのフリーランス的な ね、仕事の仕方してますから、ね、オペレーターとかいろいろやってますからね、うん、撮影とかね。どうなんですか。一応手をなんかブンブン振ってらっしゃいましたけど、横に。あ、たくみさんも自分の回答する前に次のお悩み言いましょうというわけでね、自利品の4人がやっております。そうです、番組の存続はあなたの手にかかっております。ぜひ皆さんですね、投げ銭をしてください。ノートから、うん、サポートができるようになっております、うん、僕らに直接お金を渡すことができるようなシステムがもう構築されておりますので、乾杯してください。知らなかったよ、知ってるけどまだやってないよ、うん、やったけどちょっとまだいけるよっていう方ですね。ぜひ何かこう番組に出費していただけると、そうね、とてもとても嬉しいです。番組グッズとかも作れるかもしれないしね、さらにね、番組グッズ買ってください。そうです、そうそう、上品二郎から悲しいチャット、リスナーも金がないから。いや、金がある人はね、ネットラジオで暇潰さないからね。もっといい娯楽知ってんだから、うん、ね、えその通りだ。金がある人は無賃の無線でやってますからね。そうなんですよ、本当に。だから本当もう公園の飲み水みたいな感じですよ。ダンゴムシラジオ、岩陰に隠れたダンゴムシラジオ、改め、
公園の飲み水ラジオ最近見ないけど、うん、コロナ以降あんまり見ないけど、丸い蛇口のね、うん、ひねるタイプよ。ちっちゃい頃ね、あれ親指でキュッと潰してね、霧吹きみたいにやってね、そうふわーっつってね、遊んでたね、あれね。あとバネの蛇口のタイプはね、あのひねりすぎるとすごい高くまで上がる、うん、あったね、あったね、うん、懐かしいね。またあれで遊びたいね。嘘つけ、うん、嘘つけ。はい、というわけで、宵越しの金を持たない主義でやっております、うん、その主義でそうなってるわけじゃないんだ。続いてのお悩み持ちたいんだけどね、行ってみましょう。続いてのお悩み、ラジオネームいちごぷよぷよちゃんからの、ありがとうございます。霜焼け痛い、以上でございます。寒くなってきましたからね、ね、うん、霜焼け痛いですよ。霜焼け痛いね、寒いよね本当、うん、京都はね本当1週間前ぐらいから急激に寒くなって、雪降ったりしたね。雪がちらつくのがここ数日めっちゃ多くなってきましたね、うん、いやでもね、やっぱりね、僕京都来てからは霜焼けなってないんですよ。やっぱ小西くんいろいろね、こう住むところ北海道変わってましたけど、北海道に行った時期がありましたから、うん、行った時はやっぱ霜焼けなったりとかしてたんだけど、はいはい、こっち来てからねそんなしてないのよ、ね、そうね。だからこう京都の寒さは本当なんかこうなんていうんですかね、霜焼けになる感じというよりかは本当空気が ねこう風の冷たさというか張り詰めたように冷たいというか、うん、そうよね、体感温度がすごい寒い感じがありますね、うんうんうん、京都は。じわじわとこう体力奪われていく感じよね。そうよね。そのだから北海道の時はその雪の上を歩くからさ、そうそう、単純に氷のね、そう、うん、染み込んできたりとかするのよ、濡れて冷えてみたいな、それが霜焼けになったりとかするけど、どう、山口くんは霜焼けなったことある？人生で。あんまりピンとこないかな、あれ霜焼けだったのかなぐらいかな。あー、うん、あるね。いや今思えばあれ霜焼けだったのかな、失って気づく大切さ、うん、そうね、うん、やっぱり、うん、霜焼けじゃなくなってから、あー、あれって霜焼けだったのかもなっていう、こうちょっとヒリヒリする、うん、そんな思い出ですね、うん、そうね。あ、そっか、あれ霜焼けだったんだって、霜焼けだって言えばよかったなって思って後に分かるんだよね。だからやっぱりそう思ったら、やっぱ小西君は霜焼け大きい男ですから。まあそうね。小西君はやっぱり霜焼け大きい男ですから、うん、まあ、やっぱ一冬の霜焼け心に寄り添えるんじゃないかなって。そうね、霜焼けでいかに心を痛めてきたか。だからまあ、それもそのあのヒリヒリももうその味わえ、新鮮に味わえることってすごい人生にとって貴重なことだと思うのよ、ね、だから、うん、もちろん痛みは残るかもしれないけど、そうそうそう、一冬思い出としてね、うん、それも、うん、やっぱそれだけそういう環境に恵まれてるからこその、そうそう、痛みもあるんだよ。そう、そのひりつきを忘れないで、ひりつきを忘れないで。いつかそう霜焼けに触れなくなった時に、そう、また霜焼けに、うん、あんなひりつく思い、うん、最近してないなって寂しく思う瞬間もきっとあると思うから、うん、それはきっと一冬にとって大切なこう一冬を作る糧になってると思うから、その比率きもね、いや、それは忘れないでほしい、うん、今は辛いかもしんないけど、いつかそれが糧になるから、うん、そう思ってちょっとオロナインとか塗っててほしい。、うん、というわけで、これが果たしてガチ悩みをガチ聞きできたのかはちょっと微妙ですが、次のお便りへ行っていきたいと思います。続いてのお便り、ラジオネームお通じさんからのお便りです。ありがとうございます。3通お便りいただいてたみたいなので、一気に紹介させていただきます。はい、3通。お腹が弱い、お酒を飲みすぎちゃう、痩せたい、以上でございます。切実な3通ですけども、ね、本当にやっぱりみんなね、いろいろこう悩み抱えてるわけなんですが、なんかこうお悩みの出し方もね、お通じと一緒でやっぱり人それぞれありますね。、うん、うまいんかな。いや、お腹が弱いはね、うん、僕もそんなね丈夫じゃないんでね、僕もそうなんですよ、うん、
僕も本当お腹めちゃくちゃ弱くてね、結構トイレにね1日 2,3 回行く時とかも結構多いですし、そうね、うん、なんかそんなさすげえお腹痛いわけじゃないのに土砂崩れみたいなさ下痢便を出してさ、あるある、びっくりすることあるよねあれ何なんだろうね、あれ、ね、こんなグズグズだったのみたいな、そんな変でも食べてないけど、うん、みたいな。それこそねお酒飲みすぎちゃうともつながりますけど、うん、お酒飲みすぎた時お腹弱くなったりしますよね。ああそうね、うん、次の日とか特にね。僕ねあのお酒飲みすぎてからビールを飲みすぎてと全関節がめちゃくちゃ痛くなるんですよ。最近あんまビール飲まないようにしてるんですけど。そうね、うん、だからこうなんだかんだねこうがっつりつながってるわけではないけれども、うん、お腹の弱さとお酒飲みすぎちゃうのと痩せたいのってうっすらつながってる。あ、全部で一個の悩みかもね、うん、もしかしたらね。で僕も全部当てはまります。山口くん痩せたいの？痩せたいです。僕は太ってるの？昨日初めて人生で、うん、ジムに通いました。それもそうチョコザップに。あ、最近よく聞く。チョコザップ契約させていただきまして初めてチョコザップに行ってきました。あれ契約が必要なの？そうです、あれはまあサブスクみたいな感じですね。ああ、なんかそういうお金のかかり方するんだ、はい、月額いっぱい使えばお得だしみたいな。そうそうそういう感じでございます。僕もねやっぱまあそのまあ太ってるというよりかは本当に中肉中背って感じなんですけど、やっぱり、うん、やっぱり年を重ねてねこういろいろ代謝も悪くなってくるって言いますし、いろいろこっからなんかやっぱりこうみすぼらしくなっていくよりかはやっぱ美しい体でありたい、うん、たくましくね、うん、僕の究極はやっぱあのプリキュアのプリキュアの変身シーンみたいな。その時点でもう分かんないけど、プリキュアの変身シーンみたいな、うん、変身シーンの途中、プリキュアの変身シーンの途中みたいなね、うん、もう僕は見失ってるけど、あの体でありたいんで、あの分かれないですか？僕あの初代の変身シーンのあの、うん、シュイーンってなったら後ろがね虹色のなんかあの、うん、なんですかレインボーロードみたいなこう背景になってシュイーンってなってるこのプイーンってこうこの腕のリボンとかがねこうシュイーンパチーンってこうあの体にパチーンってこうねあのフィットする手前のエフェクトがかかったなんか全身タイツ着てる状態みたいな、あのなんて言ったらいいんだろう、ね、はいはい、もうこうパツッとなってる状態、パチーンってなる手前分からん、変身途中みたいなボディになりたい。あ、もっとまあまあじゃあもっと分かりやすく言うと、やっぱあのあんまりムキムキになりすぎてもあれなんで、こうほんとスラッとした美しい体、まあ、言うならあのバドブみたいなビボディ、うん、バドブビボディ手に入れたいね、うん、もうブボボボってバドブビボディ手に入れたいからすごい唾飛びそうな。やっぱりあんまりこうガチジムに行っても、あ、いやガチ向きになりたいわけじゃないんだ。ガチ向きになりたいわけじゃないから、あんまりガチジムに行ってもらっていうので、うん、まあ、ちょうどいいチョコザップ、チョコザップコンビニエンスジムというねコンセプトでやってるみたいですけれども、そこでやっぱバドブビボディ、うん、言えてないけどバドブビボディ手に入れたいなっていうのがやっぱこの、ガチ悩みで言うところの僕痩せたいに当てはまる。一瞬ボーちゃんみたいになってボトムビボディになりたいです、ね、でも、あ、なんだ、あ、なんでしょう、誰、迷子、迷子、あ、差し込みコーナー、差し込みコーナー、僕ら本当覚えが悪くて迷子かと思った迷子来たのかなと思って、差し込みコーナーがあるみたいなので、差し込みコーナーあるんだ、差し込みコーナー行っちゃいましょう。ユーフォー確認飛行オーブ、ユーフォー確認、このコーナーは空中に漂う未確認な大喜利のお題に対し、はい、大喜利か大喜利ないかを判定いただくコーナーです。すごい聞きにくい、初見やのに。今夜のユーフォーはこちら、変なお題を出してくる大喜利ですね。世界の大人気ファーストフード店、はい、マクドナルルドハンガーバー、その特徴とは？ちょっとお題もう一回いいですか？異世界の大人気ファーストフード店、はい、マクドナルルドハンガーバー、その特徴とは？その何方法？特徴とは？特徴とは？世界何の？世界初の？
世界の大人気ファーストフード店、マクドナナルドハンガーバー。その特徴とは？異世界で、まあ言ったらアベコベ世界、パラレルワールドのマクドナナルドハンガーバー。その特徴とは？特徴とは、なるほどね。で、これが、まあ言ったら未確認飛行大喜利だと。アンノンフライング大喜利っていうので略して UFO ってことですね。 UFO ってアンノンフライングオブジェクトってこと？そうやね。あ、今初めて知識で初めてたどり着く、たどり着く。だからこれを僕らがね、大喜利回答するもよし、いやこれは答えるべきじゃないっていう判断でもいいっていう。でも小西君はペンを走らせてるみたい答える気だわ彼は。さあ、あ、ちなみにね、あのディレクターの渡辺さんからね、はい、アンアイデンティティファイドフライング大喜利だというのをいただきました。何ですか今回のね、そのあの正式名称、その UFO のね。だからパラレルワールドのマクドナルドっぽいやつの特徴は何だっていうことですよ。まあね、あのマクドナルドもいろいろ、なんていうんですか、こう目印アイコン的なものはたくさんありますから、これはまあね、大喜利しやすいんじゃないかなと思います。はいはい、あ、小西くんが回答したみたいですので、それでは、あ、お題の音素材がある、 SE があるみたいなのでお願いします。世界の大人気ファーストフード店、マクドナナルドハンガーバー。その特徴とは、ポティャフ全サイズ190ピャフキャンペーン中なんだよ文句あんのや。やっぱこれはね、異世界っていうのが重要ですからね。このパラレルワールド感をちょっと文字でね表してくれたんじゃないかなと、そういう回答でございました。はい、知らない商品が知らない通貨で、うん、キャンペーンだよっていうね。これが特徴、すごく面白い回答、すごく面白いです どうしよっかな、答えよっかな、どうしよっかな。僕が答えるかどうか悩んでる時に小西くんがもうね、ペンを走らせてるよ。こいつはすごいね。もうなかなかこのスピードでパッといけないよ。うん、はい、お、さあ小西くんの回答もう一つ出来上がったみたいなのでお願いします。異世界の大人気ファーストフード店、マクドナナルドハンガーバー。その特徴とは、テリヤキピャープル新登場。一緒や、さっきと一緒や。懲りないね、あなたも。さっきのあの滑り具合を見て私も行かせていただきます。異世界の大人気ファーストフード店、マクドナナルドハンガーバー。その特徴とは、本当にランランルー。どういうこと？どういうこと？俺たちの知ってるランランルーは本当のランランルーじゃなかったってこと？これがやっぱ異世界観。小西と山口の本当のランランルーを知らなかったってこと？小西と山口のうたたね、ディレクターの渡辺です。おうおう、番組ではリスナーからのサポートを募集しています。そうなん？番組ブログとして更新しているノートの、うん、気に入ったらサポートから金額を設定いただけます。ふくふくそうやな。サポートいただいた方へは番組ステッカーをプレゼント。僕の家であまり散らかしている履歴書用封筒に入れてお送りします。嬉しいね。詳しくは番組ブログのノートをチェックしてミディアムレアに焼いてください。リンスって本当に意味があるんでしょうか。リンスって本当に意味がある。
本当に意味があるんでしょうか。リンスって意味あるんですかね。しとけばいいやんかもう流れ作業なんやからさそんなお前シャンプー2回する時もあるやんかもう。なんかめんどくさかったらもうリンスインシャンプーでいいし。そう、うん、というわけで判決はどうでもいいですか。小西と山口のうたたれ。はい、やっております。はい、やっております。小西と山口のうたたでございます。今回はですね、ガチ悩みガチ聞きということで、リスナーから届いた悩みを私たちがガチで聞いていくというそんな企画でございます。はい、さあというわけでまだガチ悩み紹介しきれてないので次悩んでるねみんな、いきたいと思います。はい、ラジオネームゾウが大好きさんからのお便りでございます。ありがとう。ツイッターで見かけて初めてお便りを送らせていただきます。 ありがとうございます。ガチ悩みというほどではないんですけれども、うん、誰かに聞いてもらうほどでもないずっと抱えている不安があり送らせていただきました。それが一番の悩みやんか。そういうのが。ありがとう。ねえ、私は社会人5年目で、うん、給料も安すぎるわけではなく生きていく分はもらえているという感じ。うん、今のところ結婚や子育てをするつもりはないのですが、うん、本当にこのまま行っていいのかと思っています。なるほどね。結婚や子育ては自分にはできないし憧れがあるわけではありませんし、うん、今も幸い友人に恵まれており楽しい日々を送っております。ああ素晴らしい。満足している気がするのにどこかずっと不安な気がします。うん、特に大きな不安はお金がこれ以上増える採算がないということです。みんなお金やっぱね絡むね。だからといって今の仕事も好きですし、うん、でも副業をする余裕はないと感じております。とりあえず今を楽しく生きれているため相談というほどではございませんが、うん、少し他の人からの視点をいただけたらと思いご連絡させていただきました。かっこ、これは PS 的な感じですね。はい、送るにあたりひとまず初投稿と、前回の配信を見させていただいたのですが、ね、ああ、ありがとうございます。お二人の掛け合いが面白くぜひ他の配信も見ていきたいと思います。本当にありがとうございます。ありがとう、本当にもう本当好きになっちゃう。放送で話されていた架空の映画の回気になったのですが、うん、今回の配信まで間に合うことができずすみません。いやそんなもう応援しております。好きなタイミングでのんびり聞いてください。ほんとこういうリスナー大事にしてこう。いやそりゃそうやで。そりゃその通りやで。うん、そりゃそうやけど。ツイッターで見かけて過去回までねわざわざメール送るからっつって予習してねえ、リスナーですよ本当。ね、ケウナね。本当もうありがとうございます。僕もゾウ大好き。本当だってパオに乗りたいぐらいですからね。うん、パオに乗りたいし、あの僕はあのミッフィーちゃんを描いてるね。はいはいはい、あのブルーな。なんとかね、あいつのね、あいつのゾウさんのぬいぐるみを持ってる。ブルーノマーズみたいな名前のね。そうそうそう。そうブルーノマーズでもないしブルーノムナーリでもないあの、うん、もう一人のブルーノ あ、ね、あいつね、うん、あいつのゾウさん持ってますからね。うん、いやでもねこれは本当に切実ですよ。これは本当もう今まで以上にガチ聞きしていきたい。今までももちろんガチ聞きしてたよ。ガチだったけどね。今までもちろんガチ聞きしてたけれども、うん、今以上にだからガチエスト、うん、ガチガチやガチエストいったいね。活用しなくていい。ガチエストでいきたい。ガチ三段活用しなくていいね。いや、まあ、今回もお金絡みの話ということ で、うん、で見たところね社会人5年目ということで、うん、もし大学をね卒業してる方だったらストレートで、うん、ストレート大学卒業してる方だったら多分僕らと同じ。あ同じぐらいねだと思います。うん、高卒だったらごめんなさい。中卒だったらごめんなさい。いろんな人がいるからね。浪人してたらごめんなさい。うん、そうね。そういう人もいるから、ね。いろいろね配慮がある。うん。院に行ってたりとか。まあでもね、まあいずれのパターンでも、うん、まあある程度年齢はね近いと思います。いやそうね、うん、そうね。うん。いやーでも社会人5年目でさ、こう続けてる時点でめちゃくちゃ偉いよね。そうですよ。うん。で給料が安すぎるわけでもなく、うん、普通に。こう生きていく分には十分だ。すでにめちゃくちゃ立派ですけどね、うん、でちゃんと友達もいて楽しく過ごせてるってこんなにいいことはないよね。そうですよ。だからこれも本当霜焼けですよね、うん、ああ今のこの不安がいつかのあなたを作るからってこと。そう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 。いやそんな J-POP みたいな励ましJ-POP みたいなんか
そんなドリカムみたいな励まし誰の心にも届かへんよ。ドリカムみたいなんかな。いやでもこれね、例えばそのちょっと稼ぎがしんどくてとか、うん、なんかこうなんだろう、ね、例えばこう人間関係がね、そうそうそう、うん、友達がいないとか生活はできてるけど友達がいなくて毎日つまんないとか、うん、こうそういうのだったらあーなんかどうしようかねみたいな感じになるけど、うん、めちゃくちゃ素晴らしいことじゃない、ね、うん、仕事もちゃんと続けて、そうですよ、ちゃんと稼いで生活ができるぐらいね、稼いで友達がいて楽しく過ごせてるってね、うん、副業なんかしなくてもいいんですよ。で何よりこうもうちゃんとしっかり、なんか今の時点では結婚とか子育てをするつもりもないしって、こう、うん、ここでこう一つ判断がこうね、こう区切れてるというか、そうね、ここでちょっとねこうふわふわしてて、まああれもいいしこれもいいしみたいになってたらちょっとね、確かに自分でね、こう今後いろいろね出費のこととか考えていくのもあれですけれども、うん、分かってるっていうのは大事なことですよね。何よりこう本当自分のハンドルをしっかり、いや自分のオールを自分で持ててる。あれまたスラブね。やっぱお前のオールを任せるなってことですね。お前が消えて喜ぶものに。何よりしっかり自分のオールを自分で持ててるっていうことでこうやっぱ誇りに持ってほしいです ね、 そ、 ね、うん、それだけでいっぱいですよね。まあでもお金が増える採算がないっていう、うん、まあだから僕らが貯金ないって言ってるのと確かにちょっとまあ遠くはないかもしれないけどね。そうですね、うん、うん、まあでもやっぱりなんかその稼ぎとか生活環境とかね、と住んでる地域とかによっては物価とか、うん、ありますね、そのね家賃とかそういうののね、うん、感じでやっぱ貯金をそんなコツコツしていくには地道すぎるみたいな、はい、なんかそんな感じで将来のねお金ちゃんとあるんやろうかみたいな、うん、だねもうしゃあない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 。それはだもしこれもうちょっとお金を稼いでたとしても、うん、こういう不安は拭いきれないからね。そう何かしらの形でうん、あるしね。でこれでもうちょっと稼いでたとしても、まあ、もし仮に、子供が欲しいよっていう人だった場合、うん、だから結婚したいよっていう人だった場合とか、ね、まあ何かもしかしたらいつか結婚したいなって思うかもしれないわけだしね。どこかのタイミングで思うかもしれない。そうなった時にじゃあ結婚の予算って考えるとちょっと足りないよなとか、うん、でそこそ子供も欲しくなるかもしれない、うん、でそうなった時にいやでも子供育てるのってお金いるよなとか、まあ、それこそ僕みたいにそうこうやっぱペット飼いたい、うん、犬飼いたいとか、それもあるかもしれない、うん、猫飼いたいとかなった時にいやでもちゃんとね幸せに育ててあげるためのお金もやっぱちゃんと必要やしな、うん、みたいな、もうちょっと稼いでても何かにつけてあでもこれに対してはちょっとお金余裕ないかなみたいなのね、うん、永遠に多分つきまとうよね。そうなんですよ、うん、だから本当にまあお金って恐ろしいもんでね、うんうん、本当はそこに実体なんかないはずなのにおう、やっぱこうゼロの数見て一喜一憂するわけですよ、まあ、そうね、うんうん、だそういう気持ちをこうまあやっぱ考え出したらキリがないからこそ、うん、どう落とし込むかっていうことですね。そうね、うん、いやでも友達いる分にはタダですから。ああ、まあそうですね。本当にそうですよ。友達のいいところはね、お金かかんないことですからね。本当にね。まあ、お金がかかる友達も中にはいるかもしれませんけれども、基本はね、うん、前提としては、そうそうそう。お金の動向の問題じゃないのがまあ友達みたいなもんですからね。あと、うん、ね、友達とはもうやっぱなんていうんですか、公園にいてもカラオケにいても変わらない楽しさがありますから、ね、うん、そうよ、公園のただ水でそうですよ1,2 時間喋って楽しいんだったらもうそれで最高じゃないって話だしね。あとこの人やっぱそのいい人なんだろうなって思う、この律儀にこうツイッターで見かけただけなのにさ、よくわかんねえさ、本当そうですよ、ネットラジオに対してさ、あじゃあなんかこうちょっと漠然としたあれだけど送ってみようかなって言って、うん、でそれで送ってみるだけじゃなくてラジオの前後のね、そうですよ、放送を聞いて初回と
前回のやつを聞いていただいてという自分のそういう関心に対してすごい能動的に動く姿勢がある人がその通りだ、確かにその通りだ、それも絶対幸せになれるじゃないですか、うん、だから本当に自分でこう漕ぎ出してるわけですからね、うん、いやオール掴ませたがるね、その船漕がせたがるね、漕ぎ出してるわけですからやっぱね、いくら荒波に飲まれようとも、何の試験の時間なんだ転覆しないと思いますね僕は、うん、いやその腕で恋で行かせようとしてるね、素晴らしい意気込みだと思いますね、すごいです、やっぱりこう小西君の言う通りなんかこう、うん、人柄というのがこの文面からも、うん、とても伝わってきたように思いますね。だからこの方はきっと、うん、友達が勧めてくれた音楽をすぐ聞いたりとか、うん、貸した本をすぐ読んだりとかしてくれるんじゃないかなっていうようなこう印象をね、まあ、実際どうか分かんないですけど、はい、でもそれに等しいぐらい僕は嬉しかったわけですよ、このラジオの前の放送を聞いてくれてるっていう、で今後も聞きたいと思いますみたいな言ってくれてる、もう絶対いい友達がいるはず、いるはず、うん、そう、こんな文明を送ってくる方に、うん、こうね、まあ幸い友人にも恵まれておりって書いてるわけですから、いい友達がいるなって思える、そう、うん、こう自覚も持ってるってすごい素晴らしい人じゃない、確かに、もうね、いいんです、友達と超大盛りペヤングを半分こしてファンタ飲んでネットフリックスを見てるだけであなたはもう十分人生成功してるんです、確かにね、それでいいじゃないっていう話ですよ、いろいろね、こうやっぱ世の中いろんな人がいますから、新作のね、よくわかんないグミを食べて美味しいだ、うん、うまいだ、友達と喋っててください、うん、それがゴールです、そして、うん、変わらずちょっと隙間にこの YouTube 配信を聞いていただけたらなと焦がせるねそれがまた私たちのその船を焦がせるね、幸せにつながるかなと、スムーズに焦がせたね思います、引き続きその腕で焦がすね、よろしくお願い、何の試験の時間なんだというわけで、勝ち聞きできたところで次の勝ち悩みに参りたいと思います、はい、ありがとうございます、ラジオネーム腰がかゆいからのお便りでございます、腰かゆいちゃん、はあ悩んじゃうな、どうしようかな、もう悩んでる、というわけでみんなこんばんは、腰川ちゃんだよ腰川ちゃんはみんなが想像してる通り、うん、悩みとかはあんまりないんだよね、悩んでたけどさっき最初のつぶやきは今日のテーマに合わせた導入ごっこだったんだよね手玉に取られた、ね、心配かけてごめんね、うん、悩みってほどじゃないんだけど、次に美容院に行った時に髪の毛の色を何にしようかなって1ヶ月くらい悩んでるよ、あーなんか素敵な悩みじゃない、今はオレンジなんだけど、うん、その前はターコイズブルーで、うんうん、その前はピンクだったんだけど、賑やかだね、2人は何がいいと思う、そうなんだよねオレンジ結構似合ってるんだよね知らねえんだよそうなんだよねじゃないんだよ、私も思ってたけどじゃないんだよでもいろんな腰川ちゃんをみんなに見せたいから、うん、そろそろ違う色にしようかなって気持ち、それも楽しいじゃない、あと腰川ちゃんは文化に目覚めたのが遅かったから、うん、あんま文化に目覚めるって言わないけどすごい広くいくね、文化に目覚めるのが遅かったから、うん、いわゆる名作映画みたいなのあまり見てないのがちょっとだけコンプレックスなんだけど、あまず見といた方がいいのって何だと思う、世の中にはたくさん映画があるからどれから見るか悩んじゃうよね、確かにね、それぞれ1本ずつ教えてね、すごい丁寧にすごい丁寧に指示を出してくれるね、お悩みこんなもんでどう肩鳴らしみたいなもう少し必要そうならいいなねいい先輩だ、絞りかすみたいなお悩みだったら何個か追加できそうだよ絞りかすみたいな お悩みで思い出したけど、花束みたいな恋をしたって大喜利がいのあるタイトルだよね、ありがたいね、じゃあ先にシャワー浴びるねバイバイ、なんで同じシャワー使ってんだよというわけで、お悩みいただきました、腰がかゆいから、はい、腰かゆちゃんありがとうございます、はい、ありがとうございます、いやー腰かゆちゃんのね髪色髪色そんな変えまくってたんだね、うん、
星川ゆちゃん、オレンジとかはねまだギリギリ分かりますが、まあ、ピンクもね最近こうハイトーンの人が増えてきたりしてありますけど、ターコイズブルーなんてあんまりピンとこないですね。どういう意味なのか。確かにね、結構ちょっとこうあれよね、緑寄りの青みたいな感じじゃないですか。あ、うん、いやいいですね。それこそあれか、なんていうんですか、トルコ系のあの、うん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 、なんですか、こう民芸的なあれですよ ね、 ああね、ターコイズブルー確か、うん、トルコ石とかじゃなかったっけ、別名。いやいや、それは別の石だっけ。なんかそういう青みが強いトルコ石はターコイズブルーと言われて、ああ小西君の言う通り緑がかった青色のことですね、うん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 、あ、いいですね。じゃあオレンジからブルー、緑ブルーみたいになってピンクになって、すごい髪色ですね。いやいや、どう、何がいいんだよね。次またちょっと寒色系もいいかもしれないですね。そうね、うん、だからまあいろいろこうピンク、オレンジ、ターコイズブルーで、まあ割とハイトーンというか、まあ明るめの色が多いから、うん、逆に僕は寒色のちょっと暗い色とかも結構ちょっともう見てみたいなと思いますね。あ、ちょっとこうモスグリーン、なんで寒色の暗めの代表がモスグリーン、中間色か、苔緑でもあれもいいんじゃないですか、あのちょっとこうベージュっぽい、あ、なるほどね、ミルクティーカラーみたいなのね、こうオレンジが似合ってるならちょうど良さそうな ね、うん、感じもしますけど、それかまああのいろんな色を試したいと思うから、ほうほう、ハーフ&ハーフピザみたいな、うん、こっちだけあの左半分だけ金にして、はいはいはい、右半分をあのマルゲリータにする。マルゲリータにしちゃうピザやん。やっぱりそのマルゲリータを食べたいやんか、バジルと一応いろいろ食べる、いろいろ食べるけどいろいろやりたいけど、ピザの王様、とりあえずマルゲリータは入れときたいなとはなるから、マルゲリータ、うん、片方が金で、ね、もう片方はとりあえずマルゲリータにしとく。本当に片方マルゲリータにしといたら、他のもう片方の色ちょっと失敗したなってなっても、まあまあでもマルゲリータ食べれるしなっていう、マルゲリータあるしっていう気持ちでカバーできるから、一回そこで、ね、ニュートラルに戻るから、そう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 、やっぱマルゲリータは入れといた方がいいんじゃないかなって。でもまあ 4つぐらい入れるのも最近できるからそうね、だから4種類、まあ、今のオレンジが気に入ってるならオレンジ残すのもありだと思う、うん、オレンジ残し、そうだから、オレンジとそのターコイズブルー、ターコイズブルー、うん、ちょっと寒色系のね入れてね、やつやって、マルゲリータ照り焼きチキン、マルゲリータ照り焼きチキン言っとけば、まあもうお腹たまるよ、ね、お腹たまるね、何でもいけんじゃない。でもまあバランス的に無難なのかな、まあ、オレンジ、シーフード、照り焼きチキン、マルゲリータなんでの4色ピザやんとかにしたら、まあ、ちょっとこうピザ頭人間やそれはもう肉しんどいなってなっても途中休憩できるかもしれないしね、うん、それがまあ高麗カルビ、シーフード、照り焼き、マルゲリータピザやん、一体ちょっとこうピリ辛のやつとかね、ピザ頭に乗せてる人やん、ただのその4色があのおすすめかな。なるほど、うん、ちなみに小西君はなんか気に入ってる髪色とかありますか。なんかまあ自分のやりたいやつでもいいし、人のやつ見てとかでもいいし。僕はね、前東山の元湯気の近くのところに行ったんですけど、はいはいはい、そこであったね、トマトソースに釜揚げしらす、はいはいはい、を乗せたピザがめっちゃうまくて。ピザやん、ピザって言ったよね今ピザって言ったよね僕ね、あのしらす丼とかそんな食べたことなかったから、食べたことちょっとね、あのちりめんじゃこみたいなね、あのちょっと舐めてたんですよ、ちりめん山椒とか、あれまあちょっとこう、ね、そうそうそう、ふりかけ的なもんだと思ったけど、それと同じだろう、釜揚げしらすもふわ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 よ。そうで、それがねトマトのソースに、うん、とね、なんかちょっとアンチョビっぽいソースも、あ、なるほどね、うん、アンチョビも確かに近しいところあるね、そうそうそう、あってね、で塩気もよくて、そうなのよ、うん、あ、これうまいなっていうね、いい、うん、山盛りのしらすがふわ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 なんや、あれはいいね、うん、いいね、おすすめだからぜひ、ね、食べに行ってください。ピザやんか食べに行ったらもうピザやん髪は僕やっぱ黒が一番好きですね。僕はね、意外と金髪ギャルが好きです。ああ、そうなんだ。ギャルやん、それもう。金髪が好きじゃなくて、もうギャルやん。ギャルが好き。ギャルが好きだね、うん。まあでも金髪もね、好きです。そしてなんか名作映画見といた方がいい。あ、そうね。文化に触れるのが遅かったから、なんかおすすめのね、
まあ、いわゆる名作映画みたいなので見といた方がいいよみたいな、これはもうね僕らのフィルマークスが火を吹きますよ、うん、行かせていただきましょう。なんだろう、まあ僕と小西くんそれなりね、それこそさっきのあのパオさんじゃねえ、あのゾウ大好きさんでしたっけ、はいはい、ゾウ大好きさん、ゾウが大好きさんからもありましたが、架空の映画レビューのね回をやったぐらい僕らもね映画好きですから、映画は結構ちらほら見てますけれども、その中でもいわゆる名作映画的な位置づけのもので見といた方がいいよってやつはなあ何かな、でも1本でしょ、1本ですよ、それぞれ1本ですからね1本でしょ、うん、いや1本か、じゃあ僕は、はい、ギルバートグレイプ、あー僕まだ見れてない、もうこれね僕大好き言ってるね小西くん、そうもう過去のねラジオでも何回か名前出してると思うんですけど、はいはいはい、ジョニー・デップとディカプリオがね、うん、兄弟役で多分10代20代ぐらいの時かな、そうですね、やってたやつなんですけど、もう本当にいいんですよこのね逆ロードムービーみたいな、うんうん、もう田舎の町から出れないし家族のケアをし続けてる長男坊のね、はいはい、鬱屈としたうつつとした青年ジョニー・デップとその弟のねちょっと障害持ちのこう、うん、弟のとのなんかこう兄弟という関係性、家族としての関係性で、肥満で家から出れなくなったかつて村一番の美人だったお母さんがね、うん、そしてその主人公がこう村のねその人妻と不倫してるのよね、だそういったこういろんなこう鬱屈としたモヤモヤとかこう投げやりなこう物事とかある中でこう旅人の女の子と出会ってみたいなね、うん、そこで何かが決定的に変わるわけでもないんだけど、うん、何かをそこで気づけるのか見つけられるのかみたいなね、そのなんか何でもなさがねいいんですよね。素晴らしい、見てくださいギルバートグレイプ、僕もまだ見てないので、うん、多分アマプラとかにあるんじゃないかな、あユーネクスト意外とねギルバートグレイプなかった気がする、ないかツタヤのレンタルはあるけど、ユーネクストフールスター EX ですね、今ないのか、一作かいやでもそうよね、一作ってなるとね、一作となるとね、まあでもぜひ見ていただきたい一作ですね、うん、私はくちょっと僕もサブスクでは見にくいやつなんですけれども、うん、やっぱねなんだかんだこれからそのまあそういうちょっとまだ名作映画的なものを見れてないっていうコンプレックスがある中で多分あのチョイスしていくものも自分でチョイスしていくものも今後あると思うんです、コシカユちゃんがね、うんうんうん、普通になんか調べてね見てみようかなみたいな、あまあこれ見ようかなみたいな、うん、でその中には入らないであろうけれども、うん、名作映画と言われるものでかつ僕が見てほしいもの、うん、というような観点でチョイスさせていただきました。おすすめするならばチャップリンの独裁者おやりすぎだろ、やってるだろそれは、チャップリンの独裁者ぜひおモテようとすなよここで見ていただきたいお前それはダメだってギルバートグレープに言われたくないし、いやギルバートグレープは検索したら出てくるから、まあなんかまあ、ね、チャップリンはモテようとしてるいやそうだからこれはさっき言ったように名作映画見進めていこうっていう中にはちょっと取りこぼしそうな、いや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 、チャップリンはちょっとモテようとしすぎでも見てほしいでもバスター・キートンを出さなかったところでちょっとねこうだいぶ確かにバスター・キートンの方がモテようとしてバスター・キートンはもうあのなんかだいぶこう確かに、ね、俺映画見てますよ感が出ちゃうから、そうねコメディ分かってます感を出そうとしてる、ね、チャップリンはねもういくら映画見ない人でも、うん、名前とかなんとなく見た目は想像つく、独裁者とかモダンタイムズとかもう知らなくても知ってるぐらいのね、その中でやっぱりコメディの真骨頂行ってて、かつまあねこう結構最近いろいろパレスチナの問題とかもありますし、まだまだウクライナとロシアの問題とかもいろいろあって、
それこそねゴジラマイナスワンとかいろいろ戦争映画増えてきてる中で、うん、改めて戦争映画まあ一つ何か見るってなった時にやっぱ独裁者は通っといていただきたいなと。おい、じりじりとモテようとする独裁者ぜひ見ていただきます。最後のねやっぱスピーチのシーンは、ね、圧巻なので。待って迷子、あだから覚えなさいよ差し込みコーナーですよね。合ってますよね。迷子の知らせではない差し込みコーナーです。誰も迷子にはなってない。なってないです。はい、よかった。まあ、強いて言うなら僕らが迷子になってる差し込みコーナーよろしくお願いします。はい、なんか懐かしいメロディー。こんばんは、ミキサー福岡です。ミキサー福岡久しぶり。週末がパッと華やぐ心理テストのお時間です。最近ね、最近週末にできてなかったから。あなたは幻想的な泉のほとりに立っています。はい、すると泉の精霊があなたに話しかけてきました。なかなかないせい。あなたはウェルスの神に選ばれし存在です。ウェルスの神。あなたには今からこの赤、緑、青の3つのクロムの中から1つに触れ、アプーンの契約者となり、クロムの妖精リリクロムとともに旅に出てもらいます。さて、うん、緑、赤、青の3つのクロムのうち、うん、あなたはどのクロムに触れますか？ちょっと緑のクロムは森のデザートを宿したウイルス。比較的育てやすい上に安定感があり、バランス感覚が良いグレゴリオタイプです。ファイナルドライブまで進化したジルフェアードはあなたの冒険を必ずいいものにするでしょう。わかんないの。赤のクロムに触れたあなた。炎系かな。赤のクロムは、うん、炎のコンデータブルを宿したジルスで、弱点が多いもののドグザルザーグが決まれば一気に戦況をひっくり返すことが可能なデフォムーンタイプ。ネオーズスピードを追求するあなたにぴったり。あんたが言ってんだよ。アタックエナジーを消費しないので、なんで不安そうなんだよ。ファルトベルムにおいて右に出るものはいません。青のクロムは水のマークルクイックを宿したジールスで、スピード系フィジカルバウアーよりグレーファンドルの中心の戦法を取りがちなヤバーニャタイプ。何よりってチェンバーガウンに対して最大の効力を持ち、ウェルメザーの加護を得ることで限りなく弱点をカバーできます。限りなく。ログインするためにもらえるチャレンジトークンを30個集めるとダイナミックレジェンドオブジェクト DLO にレイドするファジを得られます。システムこの動画を見ている方限定、うん、あれ招待コード、あショート動画やったこれ、週末心理テストを入力すればレアガチャ10回無料今すぐアップストアでダウンロードしよう。ショート動画やった。それではまた。あショート動画やったこれ最悪や。ストーリー流した時にこう流れてきてやっちゃった。これ YouTube プレミアム入っとけばよかった。まあでも俺は緑かなちゃんと選んでる。最終まで育てて、セットフリーフォースシングル自由になりたい、各サブスクリプションサービスにて好評配信中。ちょっとその方呼んできますので、ちょっと、いやでもどんな方が来るのかちょっと楽しみですね。いやいやいや、でも山口くんじゃないかちょっと緊張するな。あら早かった、思ったより早かった。よいしょ。あ、呼んできてくれた。ええ、その、何ですか、あの誘う相手みたいな人。何ですか、今呼んできてくれる。何の話ですかあれ、山口くんじゃない。あどうも、私あの聖なる夜デートコンサルの山口ケイトです。山口くんではある。小西と山口の歌たれ。混乱してきた。はい、やっております。はい、というわけでやっております。今回ガチ悩みガチ聞きということで、イスラから届いたガチ悩みをガチ聞きしていきたいと思います。はい、まずはガチ悩みみんな悩んでるね。紹介させていただこうかと思うんですが、はい、悩みが来てますけどね。続いてのお悩みがですね、うん、ちょっと若干まあスケベなお悩み、
まあ、スケベなお悩みというよりかはちょっと性にまつわるガチ悩みが来ているので、まあ性にまつわる悩みといえばあの方、え、一光さん来てるんですか。意外と一光さんはねあんまり性についてのお話しないのよ。確かにね、意外と、美容とかはよくあるけど、おぎまま、おぎまま教育系意外とね、意外と、まあ、まあ性に対するね、性教育的な側面ではもしかしたらあるかもしれないけど、え、松本人志さんそれはちょっと今ややこしいから。そうなった場合松本人志じゃない人が動くってこと松本確かに後輩芸人たちがああなったらあれけど、松本人志が不安な場合は誰が動くのっていう話。確かにね、違います、我らがえいみ先生、あ、えいみ先生ガチ聞きしていきたいと思いますので、来ていただけるんですか。えいみ先生よろしくお願いします。えいみ先生、お、どんだけいっこうさんでした。いっこうさんの方だった。違う違う、えいみ先生です、これ。あ、えいみ先生か。えいみ先生ありがとうございます。えいみ先生でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけでですね、リスナーからちょっとガチ性にまつわる悩みが届いているみたいなので、ちょっとこれえいみ先生とね、はいはい、一緒にガチ聞きしていこうかなと思いますので、ぜひちょっといろいろね、こういいね、コメント等よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。やっていきましょう。それでは紹介させていただきます。ラジオネームムラムラゾンビからのお便りです。ありがとうございます。ガチ悩みすぎて多分どうしようもないと思うんですけど、あえてガチで投稿しています。悩みといえば自分という存在自体が悩みで、過去発達障害プラス精神疾患、生まれてこなければよかったと素直に思ったりするのですが、あえて一つ言うとすれば、最近の悩みはセックスレスについてですかね。あら、同棲して長い恋人がいますが、彼氏はもともと性欲が薄い方なのもあり、そういう性的な対象として自分は見られていないようです。幾度となく話し合い何度も工夫してきましたが、どうやら無理そうなのです。なるほど。飽きるのも分かります、付き合って8年ほどになりますし、でも死ぬまで自分は女として求められることがないのかと思うと辛い気持ちもあります、その気持ち、その解決策として自分がもう一人公認の彼氏を作る、セフレを作るということをやってみたこともあるのですが、なかなかやはりうまくいきません、かといってただオーガズムを味わいたいとかいう性欲ではなく、求め合いたいという欲なので、なるほど、ね、女性用風俗とかでは難しいのです、セックスで得られる精神的な安心が欲しいのだと思います、欲情されることに欲情しているというか。なるほどね。今の彼氏は人間として大好きなので別れたくはないです、かといって性欲がもともと強い自分を殺し続けるのもきついです。なるほど。別のものに性的興奮をするように訓練してみたりしましたがすごい訓練だな。やっぱり無理そうです、ちょうどいい相手をつどつど見つけて一瞬満たされるのを繰り返しながら飢えを紛らわすしかないのでしょうか、それとも千人を目指すしかないのでしょうか、霞でオナニーカスニーってこと千人ってこと、どうしようもないと思いますがどっちの2位なんだ、どう思われますか。ガチ長文です、すみません。ガチとんでもない、ガチとんでもないですよ、ガチとん。いや、ありがとうございます、ありがとうございます。どっちなんですかね、これは。千人って言った方がいいのか、カスニーって言った方がいいのか。そこそこはもうだいぶそこの判断はもうだいぶ後 で、ね、だいぶ後でいいですけども、いやでもこれはね、8年付き合っているセックスレスパートナーの方と、ちょっとまあその性の需要と供給が合っていない、なるほど、ということに、まあこうなんていうんですかね、メインで悩んでいらっしゃる、はい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 。いやーセックスレスね、どうです。すごい、ちゃんと急にボールをパスしたね今。いや僕も普通にその長く付き合ってたら頻度は落ちるもんだとは思ってはいるんですけど、その
この文章の感じだともう本当に何年も全くしてないみたいな感じっぽいよね。いろいろこう試行錯誤してみたけれども、うん、今はちょっとこうなんて言うんでしょうね、言ったらまあ本人にとってはこうアイドリング状態がずっと続いてるような感じみたいですね、うん、いやそうね。でもどうなんだ、うん、セックスレスになったことあります？今までの付き合ってきた方の中とかで。レスなのかな、なんかそれこそなんかそのもう毎日のようにしてた時期から、はい、毎週のようにしてるぐらいの頻度になり、まあこう月に1回とか1、2ヶ月に1回はするぐらいのグラデーション的に減っていった。で、そうでも別に半年とか1年もやってないなみたいなほどの感覚が空くことはなくっていう感じだから、どうなる、相手によってはめっちゃ頻度減ったやんって思われてる可能性はあるかもしれないけど、僕自身いやレスやなとは思ってないかなっていう感じの感触なの僕は。山口くんはどう？まあでも僕も小西くんと近いくてこう毎日してたような時期からだんだん減っていって、毎日が1週間に1回ぐらいになっていきっていうぐらいですね。いやなんか、うん、すごいこう本格的にレスになったことっていうのはお二人ともない感じですかね。そうですね、うん、うんうんうん、私はあって、あるんほら、うん、これはガチ聞きしがる。前の前ぐらいの彼氏とそうだったんですけど、うん、はい、なんかまあ毎日のようにしてた時期から、うん、2週間に1回ぐらいになり、うん、なんか1ヶ月ぐらいやってないな、でもチューとかはするし手つないだりもするし、うん、仲良くはやってるなみたいな、うん、で私聞いたんですよ、しないのって、うん、私したいんだけどみたいな軽く言ったら、すごいこう思い詰めた顔をして、向こうが思い詰めた顔をして、うん、いや俺性欲のこと暴力だと思ってるんだよねって言い始めたんですよ。想像以上になんかすごい、そうそうそう、なんか永遠に対してちょっと性欲はもう家族みたいだから性欲なくなってきた的な感じなのかなと思って聞いてみたら、うん、性欲は暴力だと思い始めてて彼は。ああ、じゃあそのちょっと後ろめたさみたいなものが。そうそうそう、だから性欲は暴力だから、うん、暴力をエイミにするわけにはいかないって言われて、うーん、でなんかってなっちゃって、ってなそしたら、まあ、ってなんか混乱しちゃって、うんうん、で浮気してもいいよって、俺はできないからこう浮気してもいいよって言われて、うん、浮気したら、うん、浮気しただろお前って言われて別れることになりました。その方が暴力だよ ね、 ねびっくりしちゃった今。私もなんか混乱しちゃって、ね、マジなんか飛び降りようとしたんですけど警察呼ばれてダメだったんですけど。すごい意味わかんないよね、激高の意味わかんなくて。すごい激高、そもそも性欲って暴力じゃないしみたいな。そうね、そのこうエイミさんがねこう、はい、嫌がるプレイを自分はしたいみたいな、例えばなんだろうなこう、まあ、首絞めてやるのが好きな人とかもいたりするじゃない。こうあいます、ね、すごいなんかこう、まあ、お尻をパンと叩いたりとか、もう単純にそれこそ暴力に近いね。そうそうそう、そういうプレイが好きっていう人が、うん、俺の性欲はそういうちょっと暴力を伴ってしまうから、こうどんどん大切になってきた今、ね、うん、そうこう手を挙げることはできない、そうそう性欲をぶつけづらくなってるんだみたいな話だったらまだわかるじゃない、うん、でもこうエミ先生がこうしたいよって言ってるのに、いや俺にとってこれは暴力だから
それはもう向けられないですわって言って拒絶する方がなんか言論として暴力的な感じがするよね、うん、っていうことはねあったことがあるので、うん、で、まあ、それ言われてから 2,3 ヶ月はなあなあにこう一緒に暮らしてたんですけど、うん、その間もやっぱりなんか私その時フリーランスだったから家にずっといる感じだったんですけど、うん、あなんかずっとパジャマ姿もあれだから、なるほど、今日はなんか可愛めの服かとか、うん、化粧頑張ってみるかとか、うん、髪ボッサボッサのままじゃあれだから巻いとくかとか、下着エロいのつけとくかみたいな感じで、結構自分なりにこう頑張れるとこは頑張ったんですけど、全部こうのれんになんだのれんになんとか押し、腕押し、腕押し状態、腕押し、そう腕押ししちゃってて、のれんに足は押され残してない、腕腕押しちゃってて、なのでなんか状態だで結構話し合いもしたんですよ、ね、なんかまあそのなんだ話し合いの中でも、うん、その彼氏的に OK な LINE がお風呂場でするはギリ OK みたいな、ほうほう、お風呂場のセックスは暴力じゃない判定ってこといやなんか多分リラックスあれなんじゃないですかね、ちょっと潔癖症の部分あったんじゃないですかね、うん、なるほど、とかまあそういう話し合いをしたけどダメだった、うん、から私は別れたんですけど、うんうん、このムラムラゾンビさんは別れないまま、うん、私は諦めて別れることになったけど、はいはいはい、別れず8年お付き合いされている、なんかよっぽど多分人間的にはめちゃめちゃ、ね、こう大事な存在というか、うんうん、仲いい素晴らしいことよね人なんだと思うんですけど、うん、そういう人ってやっぱ手放したくないですよね、うん、ね、すごい貴重な関係性とか出会いだと思うしね、うんうんうん、どうなんだよねその彼氏さんの性欲の薄さっていうものがどういう種類のものなのか、うん、それこそ今のエイミ先生の話だと、まあ、彼氏がもしかしたらちょっと潔癖っぽいところがあったのかもとか、なんかそういう思想があってちょっとセックスしたくないみたいな意識が結構はっきりとあったみたいないうのがあったけど、この、まあ、村ゾンさんは村ゾンさんね、村村ゾンビあるの村ゾンさんねの彼氏さんはそのシンプルに性欲が薄いあんまないっていう感じなのか、うんうんうん、それともなんかこうどういう理由があってなのかっていうのがねはっきりあるのが結構気になるよね。うん、まあね。なそのきっとなんかプレッシャーにはなりますよね。きっと確かにこっちはしたい、あっちはしたくないって性欲に限らず、あこれやんなきゃいけないのかみたいな、バイト行かなきゃいけないのかみたいな、そういうプレッシャーには、うん、確かに。感じる部分だと思うんですけど、でもすごい 村園さんはね、うん、あのセフレを作るとか公認の彼氏を作るとか、うん、いろんなことをね、うん、こうやってはいるんですよね、うん、だから、うん、性欲以外の部分がめちゃめちゃ合ってる人と、うん、性欲が理由で別れたくないっていうのはめちゃくちゃわかるんですよね、うん、これどうなんだろうね。なんかそのセックスはしてなくても、うん、性欲がゼロではないじゃないかなと思うのよ、うん、そういう人もまあいるのかもしれないけど、うん、だからその、まあ、一人でいたす方とかもいるのかもしれない、オナニーぐらいは彼氏もしてんじゃないかなと思うんだよね、うんうん、だからそれを逃さずに同じチャンスをめちゃくちゃ、オナちゃんね、邪魔する、そう村ゾンのオナちゃん、これを逃すまいとね。なるほど、だどうなんだろう、そのなんか向こうから仕掛けてくるものみたいな前提で待っ
ってたら全くしてこないみたいな感じ、まあでもこの感じだとなんか試してそうな気もするけど、完全にこっちから100仕掛けるみたいな、うん、しないのって聞いたら、あ、するときってこっちから動き出さないとダメなんだっていう、積極的な人じゃなかったらそこの、あ、俺がやり出さなきゃいけないんだっていうしんどさあるかもしれないから、うんうんうん、もうこう抱いてやるくらいのあ、そっちやね、そう感じで言ったらどうなんだろうね。うん、なるほどね。まあなんかそれも試してそうな感じはするけどね、この文面から、ね、うん、8年ですから ね、 ね、僕はですね、お、何かこう新しくエッチなことをしたい、エッチなプレイをしたいという方に振らずに、僕はもうあえてこの彼の状態とお二人の関係性をよりこうなんていうんですかね、こう新しいポイントに転換したいなというような考えで、考えを持っておりまして、こうなんていうんですかね、まあ性的な興奮というとちょっと外れますけれども、そのパートナーである恋人がこうなんていうんですかね、こうまあそういう性的な興奮がなくてもこれだけ連れ添ってくれてる、で性的なそういうなんですかね、その単純にセックスをするとか以外の部分ではきっと多分 お二人はこうなんか仲むつまじい関係性だと思うんです、8年続いてるということは。そういう部分でのなんかそのなんていうんですかね、こうセックス的な楽しみ方、その日常のやり取りからこう抽出できるセックスを今後そのムラムラゾンビさんになんていうんですかね、こう楽しんでいただきたい日常系、確かにね、なという、まあちょっとね若干こうそんなことできるかみたいな感じもありますけれども、まあそうね、この本人がセックスしたい人であるわけだからね、だからこうなんて言うんですかね、こうもちろんそのちょっとねこうご相手の方のちょっと状態がわからないですけれども、そうね、だからさっきのそのね、なんかこう本当はちょっとは性欲あるんじゃないのっていう意見ももちろんわかるんですが、なんて言ったらいいんですかね、まあそこ無理させるのも良くないみたいなね、いくら美味しいからといってこのやっぱ水ずっと飲めよみたいなプレッシャーを与え続けるのもどうなんだっていう、いやもう飲みたい時飲んでみたいになっちゃうよね、っていうのがちょっと僕は一つ感覚としてあるんで、それだったらもうなんかこっちの想像力をね、その訓練、こっちのそのスケベ心をよりもっと肥大化させる、ほうほうほう、相手が性的な目で見てないってこうちょっとね一つ割り切っちゃってる部分があるからこそ、そこを解放させて、なんかこうまあもう本当ちょっとなんか若干こうなんていうんですかね、こう極論を言っちゃうと、もう本当はスケベだと思ってるぜっていうくらいの気持ちでもいい。え、誰を？あ、本当はお前めちゃくちゃむっつりスケベなのに私に出してないんだろって思うぐらいの気持ちで接すれば、そうちょっとした日常の些細なやり取りもだんだんスケベに見えてくるんじゃないかなっていう、わかりやすく言うとそういう感じです。わかりにくい、わかりやすく言うと、わかりやすく言えてんのかな、わかりやすく、だから彼に何かアクションを求める必要はなくて、すでにある素材を美味しくいただこうじゃないのっていう、ああなるほどなるほど、ああ、まあそのセックスするだけがその求め合う性愛じゃないですよっていう、そう、その通り、だからそのなんかいろいろやり取りしたな、あ、いろいろこうなんか、なんだ、試行錯誤した中でその別のもので性的興奮を
なんかこうするようにみたいなことをおっしゃってたんですけど、逆にそのもうすでにあるところから性的興奮を得られるようなその部分をまあぜひ伸ばしていただきたいなと思いますね。なんかなんて言ったらいいんですかね、こうそれこそね、なんかいろいろ最初ちょっと自分という存在が悩みでみたいな書いてらっしゃいましたけれども、なんかこうそれだけだ言ったら性的な興奮がなくてもそのムラムラゾンビさんという存在を8年、ね、彼はそう、言ったらねこう肯定してくれると僕は感じ取ったので、そこもやっぱりなんていうんですかね、失ってほしくないし、そうね、なんかそのろくでもないやつと8年一緒にいれるわけがないから、ね、そうなんです、すごいしっかりされてる方なんだろうなっていうのは、性的付加価値がこうもしかしたらこの話を文面だ、そういうところにねこの僕らみたいな簡単な男はこうペロッとなんていうんですかね、こう時間を割きがちですけれどもうんあ違う、コンシ君はそうじゃないみたい、いや、まあ、何を言ってるのかがちょっとまず分かってないあだからまあ究極言っちゃえば、こいつ性格終わってるけどめちゃくちゃエッチだしなってああなるほどねそう、はいはい、まあまあまあ まだ関係続けとくかみたいなパターンも中にはあり得るわけじゃないですか、はい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 、あります、そうですよ、そういうところが、それが多分セフレっていう存在なんですよね。そう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 、でも求め合いたいという欲ですもんね。だその求め合うところを僕はそのあれですよね、でもまあやっぱその8年一緒にいてくれてる時点で彼は村ゾンのことを求めてはいるよね。そうそうそう、そうなんですよ、僕はそこを、僕はそこを伸ばしていきたい、でもそれでも十分に思える時が来るかもしれないよね、それまではこうまあなんか遠隔バイブのリモコンでも、彼に預けて好きな時に押してくれっつってそうね、こう一緒にできなくてもいいから、これを掌握されてるという種類の興奮を私に、与えてくださいっていう形で協力を仰いだりとかいう手もあるかもしれないし、ありかもしれない、次第にそんなものがなくても、もう直立不動でこう彼の存在を認識するだけで達することができる、極地にたどり着けるかもしれないし、それが霞でオナニー、そうですよ、霞、ね、センニーなのかな、やっぱり霞だとちょっと霞感が強まっちゃう、そうだよね、センニーだね、センニーだね、センニーだ、センニー、センニーだ目指すは目指すはセンニーだ、あだからまあいわば僕が言ったのは確かに千人に近いかもしれないね。ああそうね、千人推奨でした、うん、だから求め合いたいっていう欲求はあるかもしれないけどね、そのあなたの存在を求めれているがゆえのこれまでの8年素敵な8年間だと思うし、それがきっと今後も続くだろうよと、思いますわ。単純に体をね、その体に興奮を覚えるだけが求め合うってことじゃないですから、そうね、うん、十分求められてますよ、す8年も一緒にいるってすごいことですよ、並大抵の人間ができることじゃないですよ、なのでまあお二人のこうオリジナルのね求め合い方、確かに、そうね、ぜひこう何かそのねあの方法を探るというよりかは、オリジナルの求め方を、二人なりのセックス、そう、オリジナルセックス解釈、オリックスをオリックス見つけてオリックスになっちゃった、バッファローズになっちゃったよ千人にね、たどり着いていただけたらと思います。僕らもね、やっぱこういろいろ言わせていただきましたが、まあ、僕は聞くことしかできませんのでね、ガチ聞きしかできませんので、何かこうね明快な解決策が出たか分かりませんが、お力になってれば幸いでございます。聞かせていただきました、というわけでエイミ先生
ガチ聞きありがとうございました。ありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。いやー、でもなんか同性のね、共感みたいな。いえいえ、そんなことですね。もうガチ聞きがメインですね。でもちょっとこう似たようなこう経験も ね、うん、あるっていう話を聞けただけでも、はい、村ゾンはちょっとなんかこう気がほぐれたんじゃないかなとも思うしね。なら良かったです、はい。うん、というわけでね、ちょっと、いつもの保健室のコーナーとしては違うような形で参加いただきましたが、はい、もえいみ先生の保健室はまだまだ、はい、続きますので取り壊し予定はないんです、はい、ね。もう体育館とか他の校舎はちょっともうなくなってるらしいんですけど、はい、保健室はまだ残ってる。保健室だけがえ、なんかこういろいろ本館とかね、西棟とかは取り壊されましたが、保健室だけが残り続けるので、残ってるんで、うん、ぜひともそれはもう公務員なのかもしれない。リスナーの皆さんはですね、ちょっとスケベでなお悩み、はい、出てきましたら送っていただければ、お便りフォームに送っていただければ、いつでもお待ちしております、はい。というわけで、えみ先生も引き続き今年もよろしくお願いいたします。あ、今年もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。はい、というわけで、えみ先生もね、ガチ引きしていただけましたよ。いやー、でもガチの悩みでしたね。僕らもね、ちょっとね、こういろいろあのなんていうんですか、お力になれてるか分かりませんが、ちょっとね、こういろいろいろんな引き出しを開けてガチ引きさせていただきました。まあまあ、やっぱなんかお金とか性とかのね、やっぱりね、こう悩みっていうのは、ね、なかなか気軽に聞けるもんじゃないですから、こんなね、あの公園の水道ラジオに送っていただいてありがとうございます。ありがとうございます。さて、次のね、あ、そのね、まだお便りが残っているみたいなので、はい、紹介させていただこうかと思います。ラジオネームエクボおめさんからのお便りです。あ、お久しぶりです。コリスさん、山口さん、二度寝ワークスの皆さん、うん、コバワンケノービです。お、かっここんばんはという意味です。地の利を生かして夜の挨拶をするジェダイの騎士ですね。今宵は花金スカイウォーカーでございます。急に申し訳ないのですが、準備してた。いや、全然してた。全然もしてない。パッとです。アドリブでパッと出しました。急に申し訳ないのですが、私はうんちがめっちゃ臭い時があります。会社で大きい臭いうんちをした時、トイレの空間に匂いが残ってしまいます。次入った人に、あ、これさっき入ってたエクボ多めのうんち臭だと思われていると思います。いい解決方法があればお願いいたします。なるほど。今日はね、だからうんちお金せい、この3本柱のねガチ悩み。いやー、うんち、それこそね、僕らもさっき言いましたけど、お腹緩い方ですから、うんちに行く回数は多いと思いますよ。いや、確かに緩いうんちは臭いね。うん、臭いね。うん、あとそのゆるいうんちが控えてる時のおならは臭いね。臭いね。ちょっと、ね、えってなるぐらい臭かったりするよ ね。なんかもう臭すぎて逆になんか香ばしくないみたいな。臭すぎ、なんか不快を通り越してなんか深みが出てくる臭さの時あるよね。なんか歴史を感じる臭さの時あるよね。確かにね、熟成されてる感じのね、臭すぎてね。うん、いや、なんかそのうんちよりおならの方が臭くないみたいな瞬間ある、ね、ありますよ。ほんとそれこそ醸造されてる感じがね、その水の中にさ、チャボンって落ちるわけじゃない、はいはい、まあ言ったらね、空気から遮断されてるわけですから、そう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 、水に入っちゃえば。それでも臭いってことは、エクボお面もしかしたらこうビチグソタイプなのかもしれないね。ビチグソタイプなのかもしれない、ね、僕らと同じ。ビチグソは臭いね。ビチグソは臭いね。さっきから何便が臭いという話をずっと続けてるやろと。いや、でもその出次第流すとかは、ああ、その通りですね。エクボ多めもすぐ流す一択って感じ。ああ、そうそうよね。それしかもうないよね。空気中に触れることをね、防ぐ。チューブ突っ込むか。チューブ突っ込む。人工。直で。直腸ですよ。うん、まあでもすぐ流すっていうのは一つ手としてあると思うんですよ。あと、まあそのなんか消臭スプレーみたいなのを、もう職場のトイレ全個室に
あの有志で置いとく。なるほどね。ボランティア。そうそうそう。ボランティア招集。勝手に置いといても、あ、備品として置くようになったのかなってみんな思うだけで、おい誰だここに勝手にこれ置いたのってなんないから。確かにね。もうちょっとね恥ずかしいよっていう人はね、うん、あのテプラとか貼ってもいいかもしれない。あ、確かにね、会社の備品感、備品感を出すためね。そうね、テープシールみたいなの貼った方がいい。貼っといてどこでうんちしてもそうそうそう、シューってこうできるように、できるようにしたらね。うん、あとまあこれはねちょっと難しいかもしれないけど、食生活を見直すことですね。、うん、まあでもそれはそうかも。匂いが強くなるものをちょっと控えるっていうのも一つ手としてはあるかもしれない。ちょっと野菜をたくさん食べるとかね、そう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 、肉食控えるとか、そう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 、動物系の脂があんまり良くないとかもね言いますから。でもお肉って美味しいもん ね、 ね、お酒も美味しいよね。うん、そう考えたらそこを我慢するよりはスプレーシュッシュ即流し、スプレーシュッシュ即流しの方が人生楽しい気もする。確かに、ね、好きなもん食べて臭いうんち出して即流して即匂い消す、うん、これの方がちょっとお肉食べたいけどラーメン食べたいけど我慢してうんち臭くしないためにお野菜いっぱい食べてうんちして結局やっぱちょっと臭いみたいなので落ち込むよりは、確かに好きなもん食ってくっせえうんちしてスプレーシュッシュで流しましょう、うん、ね、それでいこう。うん、それがいいよ。というわけで、湯気の告知行かせていただきます。すごい、すっきりしたのかしら本当に。好きなもん食ってくっせえうんち出してスプレーシュッシュで即流し、これですわ。みんな復唱してな。好きなもん食って、くっせえうんち出して、くっせえうんち出してスプレーシュッシュして即流し、スプレーシュッシュで即流し、覚えた？これでみんな生きていこう。若干なんかねリズムの感じが風水や感があります、ね、うん、我慢をするよりはもう好きなもん食ってくっせえうんち出していこう。その方が楽しいんだから。確かに、うん、うんち臭くないって別にそのプラスではないからね。確かにね、うん、その臭くないことはないし、うん、誰のうんちも、確かにどんなうんちも逆に臭くなかったら怖いしね。そうそうそう、うん、臭くないうんちないんだから、うんちは臭いもんの臭さが5か10かで何かを我慢したり確かに悩むよりかは自信持って、そう、臭さゼロの人とかマイナス3ぐらいのそのいい匂いみたいな人が、うん、いる中で俺のうんちは10臭いみたいになったらへこむかもしれないけど、うん、みんな5臭いから、そう、みんな5ぐらいは臭いから、うん、じゃあ好きなもん食べよう。確かにね、うん、というわけで湯気の告知させていただきます。どうぞどうぞ。だいぶ久しぶりでございますが、はい、湯気の方で展示をねさせていただきます。2月18日23日24日25日そして3月2日3日と、2月18日の日曜日から、祝日の金土日そしてまた平日挟んで土日という、週末のみのオープンの会議ですので、うん、ちょっとまたツイッターやらインスタの方でね会期確認していただきたいんですが、展示をやります。展示タイトル往来するアストラルポイントという展示でしてね、陶芸家の、天野康さんと安野康さん、画家の、河合翔太郎さんの2人展となっております。河合翔太郎さんがね日本画ではあるんですけど、うん、こう土とかねあの石を砕いたりみたいな感じでその画材を自分でそういったもう収集したものであの壁画みたいなねほう、もう洞窟画みたいな子たちの、うんうんうん、ものを描いているようなちょっと日本画って言われてイメージするようなものとはねまた全然違うこう渋いね絵を描いてる人なんですけど、そんな、河合翔太郎さんと、陶芸でね、人物像をね作ってる、はいはいはい、まあ胸像とかね頭部の像とかを作ってる、すごい素朴なこう子どもの頭とかね、そういったなんかちょっとその目線みたいな視線みたいなものをね感じる気配を持った、作品を作っているそんな2人の2人展となっております。会期ね12月18日そして23、24、25、はい、3月2日3日という会期でございます。そして、アーティストトークがですね3月2日ご本人が来ちゃう18時からやりまして、まあ、僕が、
進行しながら、その河合翔太郎さんと、天野泰さんの2人の制作や今回の展示についてのお話をいろいろ聞くという公開イベントをしますので、もしタイミング合えばそちらの方も遊びに来ていただけたらなと思います、はい。詳しくはツイッターやインスタグラムなどの方から、情報をぜひ見てやってください。はい、以上でございます。ありがとうございます。というわけで山口からは番組のお知らせでございます。はい、うたたねは番組ブログ、TikTok、すずりなどなどやっておりますので、いろいろやってます。ぜひチェックをよろしくお願いいたします。お願いいたします。番組ウェブサイトから飛べるようになっておりますので、番組ウェブサイトもね、なんかいろいろ工夫してくれてるみたいなので、うん、ぜひチェックしてみてください。見てね。で、新鮮な、うん、こう、なんですか、リアルタイムの情報は、うん、X から X 更新させていただいておりますので、 ID うたたねアンダーバーポッドキャストでご確認くださいませ。ご確認ください。ぜひよろしくお願いいたします。そして次回の配信は、はい、約2週間後の2月9日22時を予定しております、うん、金曜日だ。次回の配信テーマはアフタートークで決めることになっておりますので、うん、ぜひ皆さんこの回のアフタートークをお聞きください。というわけで終わりまーす来週金曜日にアップルとサポーティファイのポッドキャストにて配信が、うん、配信内容とアフタートークがついて配信されますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、あ、まだ協力言ってなかったですね。はいというわけで、はい、今夜の小西と山口と歌種は、うん、カーリン、カーリン、セットフリー、セットフリー、花柄ランタン、花柄ランタン、浅田拓海、浅田拓海、イプクコヒー、イプクコヒー、台風クラブ、台風クラブ、中口寛太、中口寛太、ヨーロッパ企画、ヨーロッパ企画、南極ゴジラ、南極ゴジラ、鈴木英美、鈴木英美、映画アイアムジャム、ピザの惑星危機一発の協力で、うん、京都の東山にあります湯気からお送りいたしました。ありがとうございます。いやー、お疲れ様でした。今回はね、お疲れ様でした。長い時間やってましたけど、そんだけみんな悩んでるっつうこと。はい、そしてなんと嬉しいことに、うん、おいお便りいただきました。あら、ラジオネーム増加大輔さんから。増加大輔さん、お便り読んでいただき、そして私のお悩みといえない話を聞いてくださりありがとうございました。とんでもないです。文面から私のことだけでなく友人のことまで想像して褒めてくださり、とても温かい気持ちになり、こちらに感想を送らせていただきました。正直まだお金に対する不安は消えませんし、それはもうお金で消すのではないのだなと気づきました。うたたねさんのように、友人らしい、おうたれさんのように友人らと何かし続けて少しでも長く楽しめたらと思いました。お便り投稿してみてよかったです。今後のご活躍も楽しみにしております。ありがとうございます。最後ゾウの絵文字もいただきました。あら、かわいい。ありがとうございます。本当にこういうリスナー大事にしてこう本当にごめんなさいね。テンション上がったって。誰にキレてんねん。テンション上がっちゃってね。すいません、はい、なかなかこういう人に、ね、出会えなかったもんね。はい、本当にね、嬉しいですよ。こうやって少しずつ素敵なリスナーが増えていってるわけですからね、はい、続けた甲斐がありますよ。本当にね、お願いいたします。はい、みんなね、いろんな悩みあるかもしれないけど、俺ら聞くで。楽しんでこう。おやすみ。終わるで。